入れます。はい、皆さんこんばんは。はい、約5分間お待たせしました。すいませんといった形でございまして、本日は気候な阪急豊永店から生放送という形でございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますといった形でございまして、なんと気候な阪急豊永店初放送でございます。はい、初めてですね。はい、記念すべき初放送という形でございまして、はい、じゃあ店長の方から自己紹介お願いしてよろしいですか。はい、気候な阪急豊永店店長の、私宮川と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、宮川店長どうぞよろしくお願いします。昨日は急なね、2時頃の電話という感じでございまして、ありがとうございました。ギリギリ起きてました。はい、ギリギリ起きたということで昨日夜中の2時頃にね、生電話をするという形でございましたけれども、はい、ということでございまして、生田川からバロンを受け取りましてですね、今回初放送という形になりますんで、はい、どうぞよろしくお願いをいたします。店長、何か今日告知するものなんかこうありますか。まあ、特にないんですけども。特にない。はい、やっぱないです、ね、ない、やっぱない、やっぱりないです。やっぱりないのか。やっぱりない。ないで、まあとりあえずね、明日も絶対に来てくださいと。そうですね。いう形でございますんで、はい、毎日来てくれたらありがたいですね、こちらは。あ、そうですね。いや、本当に今日来させていただいたんですが、いや、広いですね、お店。はい。総台数が451台。はい、451台ということでございまして、ちょうどアクセスとしてはどちらになりますか。アクセスは名前の通りですかね。はい、阪急豊中駅の高架下、真下と、はい、いう形になります。もう降りたらすぐと、降りたらすぐですいう形になっておりますんでね、皆さんぜひね、阪急沿線の方のみならず遊びに来ていただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いをいたします。お願いします。よろしくお願いします。豊中店は全員目が細いのはなぜですかっていう、ね、質問が来てますけれども、それはやっぱ店長に似ていくんじゃないでしょうかね。あ、なるほど、はい、店長のキャラクターを受け継いでいくという形になるんですかね。それでいいですか。遅いな。考えたら皆さん遅いですね。逆に大きい子がいないぐらい。あ、そうですよね、私ぐらいの感じです。あ、今ちょっとね、はい、目を見開いた方もいらっしゃいますけれども、グッと、あ、でもやっぱり細いですねこれね。細いです。改めてアップにしましたけど、やっぱり細かったですねこれね。はい、ね、皆さんはリア充ですか、年齢はということで、まあ、あの自己紹介がてら皆さんの年齢とかもね聞いていきたいと思いますので、じゃあまず店長、年齢おいくつですか。私29歳になります。若い。いや、さすが気候なの店長さん、若いですね。羨ましい限りでございます。さすが若さあふれるという形でございますけれどもね。はい、といった形でございまして、じゃあ店長の方から、はい、今日出演される皆さんを紹介していただいてよろしいですか。かしこまりました。後ろ2人はちょっと部外者なんで。部外者。せっかくちょっと、あの出よう、わざわざさっきね、あの出ていいのかどうかみたいな感じで、いつの間にか画面内に入ってきてましたけども、すごい気になってたんですが、いや、まあ後で部外者言わない、後で紹介しましょう。はい、後で、ね、まずじゃあ白シャツの方から紹介させていただきます。はい、行きましょう。副主任の種田でございます。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。種田さんという形でございまして、はい、ちなみに、お聞きしましょう、年齢は。僕は28歳になります。28歳、お若いですね。羨ましい、若さあふれる感じでございますけれどもね。ちなみに、あの、ね、先ほど質問でもございましたけれども、リア充ですかということで、結婚されてますか、ないしは彼女はいてらっしゃいますか。結婚はしてないですが、彼女はいます。あ、彼女はいらっしゃる、はい、あ、間違いなくこれはニコ生で、あの、はい、爆発しろというコメントがたくさん来るという形で、これからいじられるやつ。彼女の名前はとかね、いろんなこと聞かれるかもしれませんけどもね、あのプライベートで許せる限りでお話しいただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いをいたします。よろしくお願いします。ね、来ましたら早速コメントでリア充爆発しろってコメント来ましたんでね。はい、もうこれいつもニコ生のね、こういつもの通りでございますんで、はい、といった形でございまして、じゃあ次の方紹介していただきましょうか。はい、かしこまりました。では続きまして、こちら副主任の山崎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。山崎さんという形でございまして、じゃあ山崎さん、はい、年齢はおいくつですか。僕は25歳です。いやー、さらに若い。いやー、羨ましいでございます。もうね、私からしたらもう10も年齢離れてるとジェネレーションギャップの感は否めない感じでございますけれども、ちなみに先ほどと同じ質問しましょう、結婚されてますか、もしくは彼女はいらっしゃいますか。ノットリア充です。ノットリア充。お、ということはこのリア充 VS
ノトリア州のこの構図が出来上がりましたね。副主任お二人でね、これね、うん、副主任のネクタイがゆるゆるですねって言われてますけど、締めろ締めろおいおい、こういうビチッとビチッと、こういうツッコミ入りますよ、これに行くのもね、はい、うん、爆発しましょうって言われてね、二次元が彼女かなって言われてますけどね、はい、といった形でございまして、じゃあ店長どうしますか、はい、後ろのお二方、マイク渡しますんで、あ、じゃ あ自己紹介を自己紹介をしてもらいましょう、はい、ニコのマッシュでおめでとうございます、おめでとうございます、はい、じゃあカメラに向かって自己紹介どうぞ、社員の高木と申します、高木さんよろしくお願いします、お願いします、年齢おいくつですか、年齢は28歳です、ね、28歳いやいやもう20代揃っておりますね、これはね、はい、といったら、まあ、全く同じ質問しましょう、結婚していらっしゃいますか、もしくは彼女いらっしゃいますか、結婚はしてないですけど彼女はいますね、あーこれはちょっとリア充だらけじゃない、これいや羨ましい限りですね、また爆発しましょうって言われますけどね、これね、はい、じゃあ次のね、もう早速また来ましたね、リア充爆発しろってコメント来ましたけど、はい、じゃあ次の方行きましょうか、よろしくお願いします、お願いします、はい、すいません、自己紹介、すいません、自己紹介、なぜいきなり自己紹介、はい、いきなりすいませんから入りましたけども、はい、アルバイトの久保谷と申します、よろしくお願いします、久保谷さんといった形でございまして、年齢おいくつですか、僕23歳です、 23、はい、うわー若いうらやましい、学生です、いや、まあ、学生さん、あ、いや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 といった形でございますけれども、いや23でもすでに、あの学生さんということは、はい、結婚はまだ、結婚はまだです、ね、されてないけど、まだまだですね、彼女さんはちなみに、彼女はいます、やっぱりいたのか、一人山崎さんが寂しそうじゃないですか、ちょっとすごいすごい悲しそうな目をしてほら遠くを見てらっしゃいますよ、これ目が遠いですよ、これ大丈夫かな、ね、撤収撤収って言われますけどね、これね、ねえ、あのリア充爆発する前に出玉爆発させろって言われてますんでね、これね、はい、久保田さん残業代稼げるねとか言われてますけどね、リアルな質問来ますねこれね、はい、といった形でございましてね、さまざまな方出ていただきましたけれども、はい、といった形、じゃあ最後に店長、店長年齢聞きましたけど、はい、リア充かとか聞いてないですね、私リア充でございます、いやありがとうございますまだ同組だまだ同組だ一人一人笑ってない一人笑ってなかった今アウェー感アウェー感で、豊中ごと爆発しろと言われてますけどねこれねそんな中全くもって山崎さんだけ仲間外れで爆発されてもね困りますからねこれはねとばっちりも話とんかとばっちりも話しい感じになってますからね、はい、今日は爆発5回やって言われてますけれども、爆発は今のところ4回ですからね、はい、1人除いて4人通り野獣ということでございますんで、なんじゃこの構図といった形でございますけれどもね、はい、といった形で本日でございますけれども、店長何を打ちますか、バジリスク絆を出ました、人気機種でございますけれどもね、はい、こちらを打っていくという形なんですが、はい、ただね、まあ、今までは、まあ、大概もうお店の、ね、そうですね、まあ、高設定だったり、まあ、いろんな打ちますけれども、打ちますけれども、ただ打つだけじゃね、そうですね、まあ、大体なんか設定カンパーって言ったらみんな源之助選んで、はい、終わりっていうパターンが多いじゃないですか、間違いないです、はい、ということはですよ、何で縛っていきますか、店長、今回は天元で、天然で、天然でしかあります申し訳ございません、天気疎いです今大きい天元言いましたよねこれね、天然ですね、あ、はい、というわけでございまして、はい、いわゆるバジリスクチャンスですね、こちらの方の天然 BC 縛りで設定カンパをしていただくという形になります、はい、といった形で打たれるのは店長、いや、このうちが誇るスロットの、はい、知識バカ2人が、知識バカ2人、僕は違いますあれ素人目線で、種田副主任は否定しましたけども、山崎副主任はきついです、否定はしないですね、否定はしないスロバカ、はい、スロバカです、いや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 、これはいろんな知識がバンバン出てくるんじゃないですか、じゃあそれは結構大丈夫ですか、お二方これ打たれるんであればハンデあったりしませんか、知識の量で、だいぶあります
それは認めざるを得ないところではありますかね、はい、まあ、その辺の、ね、数値の解説もしながら、まあ、今日は、ね、ちょっと、まあ、天然、まあ、この2時間でございますけれども、天然 BC でどこまで見抜けるの、はい、みたいな感じのところで、ね、やっていこうと思いますんで、ちなみにお二方、見抜けなかった場合、設定を何かをする覚悟はございますか？それはもうアルバイトの久保田さん。いやいや、完全に今久保田さんにこれ話振られましたけど。罰ゲームは全然的に全面的に担当。ありがとうございます。あ、これが縦社会か。今店長から縦社会の怖さをね、ありがとうございます、ね、教えられた感じでございますけどもね、はい、ラップチューしてくれって言われてますけどね、はい、ラップチューいや、それだけじゃなくて、まあ、今日は、まあ、痛いのも辛いのも用意しておりますんで、はい、彼得意です。お得意、辛い、え、辛いの得意ですか、痛いの得意ですか。痛いの得意って言ったらおかしい形になりますけどね。痛いの得意ですよ。得意です。得意、はい、どちらも得意と。どらも得意。あ、なるほどなるほど、分かりました。じゃあちょっとその辺も楽しみにしたいと思いますんで、ちなみに店長、はい、このバジリスクチャンスを引いた時の、はい、引いた時に間違えて天然を選ばなかった場合、この場合もどうしますか？その場合は痛いの行きましょう。痛いの行く、痛いの行きましょう。じゃあ最後は辛いのですね。最後は辛いのです、ね、なるほどなるほど、わかりました。じゃあそろその辺で行こうと思いますんでね、ぜひお二方、操作を間違えないようによろしくお願いをいたします。はい、はいはい、といった形でございまして、じゃあお二方打たれるということで、はい、後ろのお二方はどうしますか？ちょっと今から晩ご飯に食べに行くと。一時退散。なるほど、一時退散という形でございます。エンディングは2時でございますんで。大丈夫、罰ゲーム受けに帰ってくる。罰ゲーム受けに帰ってくる。あ、なるほどなるほど、いい度胸されてますね、これはね。久保谷さんはね、これね、はい。じゃあ分かりました。じゃあ副主任お二方にまずは打っていただくという形で、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、店長はちょっと私も晩ご飯食べてない。一時解散。まあ、お仕事忙しいということですからね。はい。ちょっと途中で抜ける可能性もありますんでね。その辺ご了承いただければと思いますんでね。どうぞよろしくお願いをいたします。じゃあ、お二方、席の方に座っていただいてよろしくお願いします。はい。はい、角、角打つの。角。じゃあ、角打ちますか？角が強いっていう。何理論ですか？じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ本日は副主任のお二方による対決ということで、左後ろからちょっ と、あのカメラ映してますんで、ちょっと右にずれる形で打っていただいてよろしいですかね。はい、そんな形で OK です。はい、はい、カメラに顔どうしても映りたいという場合はね、画面にかぶる形でカメラの方向いていただければと思いますんで、はい、あ、逆です、ね、左後ろです。あの全部映してるのね、あのそれぞれの左後ろに置いてますんでね。はい、はい、じゃあ早速でございますけども、スタートしましょうか。どうぞよろしくお願いします。シューゲイ出してなってね言われてますけどね、はい、ザキさん、タネさん頑張ってって言われてますけど、お二方ね。普段はお二方なんて呼ばれてるんです？僕はタネさんってよく呼ばれてる。あ、タネさん、はい。山崎さんは？僕はいろいろあるんですけど、はい、一般的にとか一般的に呼ばれてるのは、まあ、ザキさんかザキ様って呼ばれてる。ザキさんかザキ様、はい、なるほど。なぜ様付けなんですかね、これはね。僕が意図してゆえと言ったわけではなくて、はい、勝手に言い出して、なるほど、それから広まったという形なんですかね、はい、なるほどなるほど、はい、ね、なんでリア充がおぼろパネルで打たないんですかって言われてます。今日はあのね、角台を打ちたいという、あの立ってのね、種田副主任の希望だったんで、はい、そういう形になりましたね。ね、視聴者はザキヤマを全面的に応援しますって言われてますけどね。アウェー感が半端ない。リア充と言ってしまったからにはちょっとね、リスナーを敵に回しておりますけれども ね、初見です、よろしくお願いします、ありがとうございます。不思議だねってね、ゲスの極みザキ頑張ってって言われてますけどね。ゲスの極み。なんでゲスの極みになってるんですかね、この辺はね、はい。なんでそんな4の魔法みたいな名前なんですかね。あ、ザッキーのマイクがちょっと小さめかなって言われてますんで、じゃあちょっと大きくしますね。はい、
大丈夫ですかね。田村さん、喋っていただいてよろしいですか。はい。あ、こんな形ですかね。はい、はい、ありがとうございます。あ、ね、死の魔法って言われてますけどね。種馬さんとザキヤマさんって言われてますけど。種ダーさんですからね。そうです。はい。といった形でございましてね、今日もたくさんのコメントいただいておりますんでね、最初からちょっと読んでいきたいと思います。はい、皆さん、おまんです。今日も山田県から見てますってことでね、遠くからありがとうございます。はい、皆さん、こんばんは。今日も福島県から見てますってありがとうございます。はい、今来ました、皆さん、こんばんは。JP 先生、皆さん、こんばんは。ということでね、はい、よろしくお願いしますってね、ハローウォッチングフロム USA というコメント来てますけれどもね、アメリカからご覧になってますね、これね、ひょっとしたらね。しかもわざわざ英語で書いてるんですけど、あの国のやつ書いてないで、多分日本国内だと思いますからね、これね。嘘ですね。はい、間違いない嘘です。はい、ね、豊中店は全員目が細いのはなぜですかっていうふうに言われたんですけど、まあ、おペナルティーしましたけど、いきなりペナりましたね、今ね。大丈夫です。大丈夫ですか。あんまりペナルと罰ゲームせいっていうコメント来るかもしれませんので、ね、ご注意くださいね。ザキさんだけじゃなくてザラキさんもいますかって言われてますからね。あれかな、ドラクエか何かかな。しかも魔法が強烈になってるっていうね。はい、遠中店は目が細いのはなぜですかね。明日はね、バジ全力よろしくなんてね、コメントも来てますけどもね。毎日行ってみたいけど、お金が足りないからお金ちょうだいって言われてますけどもね。僕も欲しいですね。山崎副主任、常にお金ないんでね。あ、そうなんですか。そうですね。ザキさんは暇あればパチンコかスロット売ってるんで。あ、そうなんですか。普段打たれるのはやっぱりあれなんですか、バジ絆多かったりするんですか。そうですね、まあ絆狙って無理やったら、はい、みたいな、好きな台打とうかな。なるほど、打ち散らかすパターンですね、これはね、好きな台を。そうですね、打ち散らかすすまではしないけども、いや、打ち散らかすんですけど。そうですよ、打ち散らかすんや。ある程度その、はい、価値の。すいません、ペナルティを指摘したい人が今ペナルティしましたね、今ね。今ペナワンですよ、ペナワン。しっかりお願いしますね、お二方ね。はい、ちなみに、お好きな台っていうのは何があったりします。バジキスナ以外であったりって。ちょっと今強チェリー引きましたね。強チェリー引きました、はい、これは多分分かってないですよ、ね。いつも聞くんで。あ、なるほど。ちなみにお二方一緒に打ちに行ったりはするんですか。行きます、行きます。ああ、行くんですか。よく行きますね、はい。よく行く、はい、よく行きます。引きの強いのはどちらです。どちらかというと、これ難しい。いや、難しい、難しい。おお、いい勝負と。そうですね、僕は変わった台が結構好きなんで、はいはいはい、バラエティーとか。おお、タイナさんお好きな台って何かあったりします。これ好きやな、最近。最近好きな台ですか。でも僕もバジリスクも結構好きですけど、そんなに詳しくないんで。いや、そうね、いろんな変な台好きっておっしゃったんで、どんな台好きなのかなって思ったんですけど。変わった台、忍者とかも好きですね。忍者回転。はい。ああ、なるほどなるほど。忍者って忍者回転。ちなみにパチンコスロットはどちらをメインで打たれますか。山崎さんはどうです。基本はスロットです。あ、基本はスロット、はい、パチンコ打つのはたまにっていう形ですかね。そうです、スロットでボロボロに行かれた後、はい、4円でもっとボロボロに行かれるパターン。4円パチンコの方で一発逆転を狙うと。基本的にそのパターン。なるほどなるほど、はい、財布が空になるまで全速バそれは隣でよく見てはるんです ね。なるほどなるほど。男です。あ、なるほど。男、あの漢字の漢と書いて男っていうやつですね。俗に言うところね、これね。根こそぎいきますね。早くゴッド揃えてくださいって言われた。ゴッドじゃなくて、このプレミアムバジックなんですからな、これはね。はい、目押しできる人はバジックなんでください。花火ってね、バジキスなんで通常時ペナル理由がわからんって言われてますけどね。申し訳ないです。たまにでもね、急いで打つとあったりしますけどね。はい、ね、パロットが好きそうだね、ザキさんとかって言われてて、パロットってだいぶ懐かしいな。パチンコとスロット合わさったやつですけどね、昔はありましたけど。はい、ね、スロットバラエティで変わってる部類に入るかなって言われてますけどね。スロットバラエティどうでしょう。まあ、ね、やっぱり自分の好きな台打ちたい人っていうのは、そういうバラエティのね、置いてある台とか打ったりはしますけれどもね。スロットって1回で何枚入れてるんですか。3枚ですね、これね。そうですね。あ、ザキさん男前かっこ笑いっていうコメント来てますけど、笑い。喧嘩売られてる。なぜかかっこ笑いになってますけどね、これね。はい、うん、ね、
和光バジカ賑やかすぎて放送向きじゃないんだよなって言われてますけども、今日はちゃんと音量下げておりますんでね、はい、あの適度なあやかましさでお送りできるかと思いますけどもね、はい、とりあえず全員のおかんの名前言ってっていうコメント来てますんで、お二方差し支えなければお母様の名前を教えていただいてよろしいですか。のりこです。のりこさん、はい、のりこさん、はい、じゃあ山崎さんの方は。僕のお母さんはあきこです。あきこさん、のりこさんとあきこさんですね。了解いたしました。ありがとうございます。はい、これ何に使いはるの。いや、あのね、これね、ニコニコ生放送で初登場の方は大体聞かれますこの質問。はい、なぜか。おっと、さあチャレンジピだぞ。さあ、まずは BC 当選させたいところですね、これね。そうですね、はい、これ全く、これ当たりました。あ、激アツあれだと、あ、気づきましたね。はい、というわけで、まずは先生は山崎主任ですね。おー、同色 BC 来ましたね。小ゼロク、さあ、天然いきますよ。完全告知タイプ。ちなみにこれ、詳しい山崎さんにお聞きしましょうか。はい、これで分かるのはまず何ですか。まあ、最終ベル告知 と、8回目のベルで、天然がなんか叫べば、そうですね、役場解かれモンスターですね。はい、BC 天井っていうんですかね、その AT までの天井回数があるんですけど、はい、それの天井の示唆をしてます。なるほど、はい、はい、それとあとは継続率の示唆ですかね、はい、告知に関しては。残りベル4回で天然が叫べば、はい、50% 以上の継続率の AT に入ります。なるほど、はい、で、残り7回もすでに、まあ、7回ですけど、こちらで告知をすると、80% が確定するという状況でございますね、はい、この人が走ってきます。なるほど。さあ、ここからどうなるかですね。はい、というわけで今画面上はね、残りベル回数といわゆる継続率の関係性のね、ちょっと表を表示させていただいてますけれどもね。はい、おはてん、おはよう、てん、おおおおおお、これ多分レアク引いたんじゃないですか。あー、なるほど、こっちの方か。これ多分リプレイで当たったと思う。リプレイで当選、はい、なるほど。同日図柄やと同色リプレイが揃うんで、はい、はい、リプレイか。とりあえず良かったです。とりあえず良かった。この場合だと設定推測はどうなってしまうんですかね。この場合は何もわからない。そうですよね。揃ってしまいましたんでね、はい、当選ケーキが違いますんで、はい、ね、小ゼロクやんけって言われてますけどもね、はい、小ゼロ。さあ、どうか。まだね、設定推測はもう先までわかりません。おもろー、おもろスタート。これはやばいですね。ドヤ顔しましたよ。今左後ろにちょっとチラッとドヤ顔しましたけどもね。当たればみんな6って言われてますよね、はい、天然この気なんの気、気になる気って言われてますけどね、はい、ね、のりこ惚れモンスターって言われてますけどもね、はい、間違えました。スロットのバラの儀式のサプライズレバーは変わってるかなって言われてますけども、変わってるあれあったんですかね。ちょっとごめんなさい、それよくわかんないですけどね。よさばじってね、うん、よく単発ローボロって言われてますけど、よくあるパターンですね、これはね。さあ、これは、お、奇数 7-5、 これ、うまい、おいしいパターンですね、これね、はい。さあ、ここでチャンリップを引けば問答無用で、これ、引けんかったら終わるやつ。よくあるパターンですね、引けずに終わるパターン、はい、今日はできる日、できへん日。さあ、このね、バトル中にどうなるかという形でございますけどもね、はい、種さん、早く BC って言われてますよ。申し訳ない。さあ、サクッと当ててね、お互いにどう設定推測するのか。まあ、基本的にはね、山崎さん、やっぱり継続率で見てみるっていうところもありかもしれませんしね。そうですけど、あんまり信じすぎると痛い目見るんで。なるほど。確かに振り分け的には結構絶妙なブルーに入るんですよね、はい。ちなみに設定別で言うとどこに、ありましたっけ、いわゆる最低継続率に違いがあるんですよね、はいはい、偶数が 25%、 奇数が 33%、 はい、いう形ですね、
忘れてましたあまり継続率で見ないんで、そうですよね、まあ、基本的にやっぱり、まあ、あの設定推測という面で言うと源之助が一番かなというところではありますんでね、いわゆる3回6回っていうところのね告知で言うと簡単なんでね、そうですね、よくね本当に朝の1時間2時間は源之助選んでいらっしゃる方多いですもんね、本当にね、これは続くやつ、継続率で設定カンパしないでもね、設定画面の方で設定カンパすればいいんじゃないかなって言われてますけどね、ザキさんどう思うって言われてますけど、今残念ながら設定キーの方はございませんからね、はい、手元にございませんので分かりませんという形、お継続でございます、おぼろナビ出たんで、もう余裕の勝利ですねこれはね、さあというわけでございまして、まずは継続というか BC まだ引かないですね、そうですね、タレラフジョに天井まっしぐらですねこれ、天井まっしぐら、あ、でも強ちゃん引きましたね今、お、さあどうかな、時々上がるだけ、大丈夫、いや寒いですねかなり何もなしでしたね、時々行くだけですねこれね、ね、単発免れたって書いてますけどね、ちなみにお二人の店舗歴と入社何年目か教えてくださいというコメント来てますけれども、じゃあまず種田副主任からお聞きしましょうか、入社何年目になります、キコーナーさん、アンダーツリーさん、2年経ちました、あ、2年目になるという形ですね、はい、次が3年目、今年で3年目、はい、はい、あ、64来ちゃいましたね、ちょっとピンチかな、終わります終わります、大丈夫そうですね、4、6、6、4って結構厳しいパターンになりますからね、そして、今までの店舗歴ってどういう形になってます、店舗歴はここでずっと働いてます、あ、なるほど、ずっとこの阪急東洋学園さんの方で働かれてるということなんですね、じゃあ山崎さんお聞きしましょうか、で入社何年目ですか、ほぼ同時期に入ったんです、今3年目、ああ、そう、はい、ちょうど同時期と、はい、ほぼ同時期です、ちなみに店舗力は、まあ、ここだけです、全く同じく、はい、お二方とも、社員として入社された形ですか、二人ともアルバイトで、アルバイトで働いてらっしゃって、はい、社員登用という形になったんですね、はい、さあ共通ベル引いたけど、ちょっと厳しそうかな、まあ、ついてないと共通ベルはほぼ8枚くれるだけなんでそうなっちゃいますね、あとはやっぱりあのね、あの光ってないと ね、 はいね、普段のお散歩コースですなってね言われてますけど、種田さんの方ね、そうですねあと250ぐらい回しますね250ね、だいぶ回さないとっていう形になってきますけどもね、時折やっぱり BC 以下のハマりあったりしますからね、これはね基本天井狙いが好きなんで、やっぱり天井狙いなんですか、ゼロかなゼロから、そうゼロから天井が好きゼロからの天井狙いで天井狙い言わないじゃないですか、どの台座っても天井狙いになるじゃないですか、あー今日滑るあー今日できない日やね今ちょっと期待しましたけどね、さあどうかな、これで続いたら美味しいパターンですけどね、お、赤文字、さあ光ったジャクチェリー、ジャクチェリーおーかー復活、あ、継続率に助けられた、ね、継続率ですかね、はい、といった形でございました、 PC 当選じゃなかったですね、ね、セルフ天井狙いかっこ笑いって言われてますけどね、ありがとうございます頑張ります、ちなみにこのお店のエリアマネージャーってどなたですかっていうコメント来てますけども、山内エリアマネージャーですね、はい、はい、親分ですね、元関東にいらっしゃって、このままでは神戸エリアで、はい、やってらっしゃいましたけどもね、はい、今ちょうどあれですね、後ろの方から店長がいらっしゃいましたね注目して見てますけど、今ね山崎さんが絶好調ですよ、おいおー、あのスロバカ山崎さんが非リア充の方が、ね、絶好調になっております、ただ4対4ちょっと厳しいかな、これ多分続くんじゃないですか、あ続きますかね、エピソードのあれがいないんで、
そうかそうかそうか、はい、あそうですね、あ来た、流れましたね、継続、いや絶好調、今日できる日、できる日です、あ山崎さん、これ完全にできる日になってますね。対しての種田さんがまだ BC すら引けてない状況ですね、今ね。そうですね、あと230回すね、大丈夫です。230、500を狙っていくパターンですね、これね。メダル、メダル、うん、ね、ベンノスケ様。メダルもらおうかな。ごめん、ごめん。あ、もうこれ普段の光景なんですかね、これはね。そうですね、いつも、いつもですね、大丈夫。手玉共有という形でございますかね、これはね。はい。でさて忘れるかもしれんけど、あだ名でも決めますかっていうコメント来てますけれども、あのちなみにお二方ニックネーム何かございますか？ニックネーム僕はないですね。山崎主任はありますね、はい、一応。お、ある。僕いっぱいあるんですけど。いっぱいある、 数知れずある。そうですね、いっぱいありますね。はい、ポピュラーならポンと歌いますか、やっぱり。ポピュラー、一番ポピュラーやってはポピュラー。え、やっぱり有名なあだ名と有名じゃないあだ名があるんですか、それは。そうです、ごく一部、そう、2、3人しか呼んでないあだ名もありますし、はい、中学校全体で呼ばれてたあだ名とかもありますし。なるほど、はい、それぞれ、まあ、あれですね、違うと。そうです、呼ばれる人が違うと。全部返事しないとダメなんで大変なんです。そうなります、いろんなあだ名持ってるとね、はい、はあ、もうね、種田さんは種馬でええやんかっていうコメント来てますけどね。お二人は夜のお店で、夜のお店で、まあ、使うね、使う金額といったらあれですけど、いわゆる、まあ、20スローで6000枚とか万枚を超えたことはありますかっていうコメント来てますけど、お二方、まあ、そう思っての夜のお店、まあ、行かれるかどうか、まあ、分かりませんけども、どうですか、最高で使ったお金っていうのはどの辺ありますか。そうですね、20スローで何枚ぐらいですかね。で、見せるか、枚数換算。2500枚ぐらいですかね。お、2500枚、まあまあまあ、そこそこいいとこ、いいとこですね。はい、じゃあ山崎さんお聞きしましょう。僕ですか。僕、はい、アホなんで。お、まあ、パチンコ打っても根こそぎ行くぐらいの人間なんです。はいはい、7500枚ぐらいです。7500枚、おお、すごいな。ただ次の日覚えてないです。あ、飲みすぎたりして9割9分覚えてないです。7500枚、おおって言われてますけどね。かつてね、一つ、おお来た、はい、継続、めっちゃつ、継続良さげですね、これね。66個あるじゃないですか。ねえ、天井まで遠いな。まだ天井狙ってらっしゃる方いらっしゃいますけどね、はい、さすが非リア充って言われてますけどね。はい、ザキさん、とりあえずネタ早よって言われてますけど、なんかネタあるんですか。ネタ。知り合いちゃいますか。ひょっとしたら身内の方見られてる可能性もありますね。結構ね、あの店舗内の方でね、スタッフさんとかで見られてる方がいらっしゃる時ありますからね。お、そう、チャンリブ来ましたね。タイナさん、ぼちぼち当てよ。そうですね、もうそろそろ見せ場作らないとね。ただ演出的にはあんまり熱くないね、これ。弱いですね。確定した。あんな確定の仕方珍しいですけどね。チャンニーを超える男多すぎるやろって言われたんですよね。まだって言われたんですけど。さあ、そしてさあ選ぶのは罰ゲーム、罰ゲーム、罰ゲーム、揃えて、いや、それあのやめなさいよ、あのちゃんとやめてくださいよ、ちゃんとやめてくださいよ。もう罰ゲームでしょこれ。こんな見やすいリールで。まさかの目押しミス来ましたね、これね。うん、天然やぞって言われてますけどね。お前はできる子やで。お、さあ、はい、まあ、あくまでも設定カンパでございますからね、これはね。どこで、あー、100枚いける。ザキさん、タネさん、ヘタって言われてますけどね。僕ヘタですか。いや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 、これはうまいでしょ。わー、ハイモードいます。流れましたね、今風がね。あれは何だろう、風が吹くといい。お、上がり、わー、来たー。いや、ザキさん絶好調じゃないですか。完璧完璧。あはははヘタクソいる。あはははは
あーダメだったか。いやまだ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 ですよ、まだこっからですよ、はい、ね、今のはまあね力入らなかったですけれども、はい、寝屋川みなみの副主任さんみたいに体にチョコレート塗るプレーとかしましたかって言われてますけどね。あの寝屋川みなみ店のね、某副主任さんがいろいろと告白してはったんですよね、はい、なかなかの性癖を持ちですね、相当なあの性癖のお持ちの方らしくて、1店舗で6500枚っていうのがあったらしいですね。1店舗で6500枚やったらしいです、その時で伝説の6500って言って散々ネタにされてますけどね、これね、はい、ねえ、まさに右と左、天国と地獄って言われてね、お散歩リターンって言われてます。おっと店員さんあ、セルフ補充かな。あ、入れましょうか。え、ちょっとお散歩中なんで全然入れますよ、言ってくれたら。お散歩中ってそんな自虐的に言わ、でもそれ、はい、うん、さあこれで今何年目ですか、これは7、これやから超やけぐれぐらいな。敵よ。さあ今どうなんていうのを聞こうと思った谷田さんですが、はい、もうあれですね、しれっと断られてしまいましたけど ね、 これね、冷たい。あくまでも敵に塩は送らない山崎さんですね、これね、男ですね、どこどの辺か、ね、漢字の漢と書いて男ですよ。さあ巻物大概これ点点点なんですよね、はい、さあただ後期でリプレイ出てますんで、まあまあ、おかげでこういうとこいるかな、もう僕モードは分かってるんで。ああなるほど、はい、もうそれを見ながらニヤニヤしてるという形ですかね、隣をチェックしながらもニヤニヤする形ですかね、これね、目を示せ目を示せ。汚いかも。もう完全なる足の引っ張り合いになってますけどね。いや本当に80はないし、やっぱり先ほど言われてましたけど66はありそうな感じしますね、これね、後ろ行ってくれれば安心だ。そうですね、ねえ、羽田早うって言われてますけどね。タネさんせめてバージンスクタイム入れてって言われてますけど、そうですね、目標は、あれ、あ、無事のやから無事のモードシーンがおるし、兆候おったからっていう、 ありがとう。まだかまだか、謎 BC、 謎 BC、 謎 BC ですね、ってことは小ゼロ君、まあ、勝手に思ってくれる。もう人に聞いていくスタイルですね、これね、はい、うん、ね、フリーズマだかって言われてますけどね、まあ、これはあれですね、いわゆる謎 DC ってやつですね、景気役なしのやつですね、同色が出てきたらちょっとやばいかもしれないですけど、あ、まあまあ、長方だちょっと滑舌悪くて何言ってるかわからない。長方さあ、一色ですね、はい、成功ですね。ありがとうございます。めっちゃホッとしてますやんか。ちょっとホッとしました。スロット打ちに行ったよね、はい、ね、帰って見てますよっていうコメント来てますけど、それも完全に、そうですね、間違いない、スタッフの方ですね、これね、ありがとうございます。うん、振動術11連早よって言われてますよね。これがね、それできたらいいんですけど、ね、おーそうそう、ビクッとしたよ。これ、追走中なんで、スローの確定なんです。あー、そうか、で、同色 BC が出てくるんで、下パネルが消えることを祈るだけです。テンパイの時にビリーのゲットがあるじゃないですか。あ、はい、ポポポポール、ね、あれなるとダブル濃厚で、あー、なるほど、ならなかったら、あ、これシングルですね、ここのレバーが、おー、これはうまい、さあ、来た、ここを引き抜き。めっちゃ今右肩回したけど右肩映ってなかった、ごめんなさい、左肩左肩、ごめんなさい、レバーは左やからね。さあどうだ、ここですよ、ねえ、早番終わりで見てますよってコメントでありがとうございます、ありがとうございます、はい、来たーって言われてますけど、ここさあザキさん見せたいね、これいいとこ見せ、あ、これ強制オアチャンスリプレー、チャンスリプレー、あー、共通出る、あったっけ共通出る、
さあどうだねえ無理ゲー一戦お押せいやーこっからまだまだよこっからよ押せねえ見せるねザキさんかっこいいって40%って言われてますからねこうなったら入ってもうもういやちなみに平さん今日あれやからね言っとくけどあくまで設定推測対決やからねなるほど出玉対決じゃないからさあ2位押せどうだあ、なんか引こう、なんか引いていこう無心の方が当たる気がするあ、押せうー、残念見したかったないや見したかったっすね惜しかったこの辺が持ってへんやろな無理ってほぼ開かない目って言われてますけども開かなかったねザキさん入れたかったいやだいぶ痛かったですねねえ今のは入れたかったねそうしたでちょっと痛いことがあったうんはい一番痛いことがあったはい知ってるしれっと外れてるから2回目のそうですね言ってる間にいつの間にか終わってましたねこれねこっちで騒いでる間に大変失礼しましたはいいや惜しかった実に惜しかったのって言われてますけどねげんちゃんネムネムタイムって言われてますけどまさにもうおネムタイムでしたねこれはねあ無理やーって言われてましたけどね引きたかったなあの引きたかった見せなかったですねヨナさんマイクちょっと口の前に持ってきてもらっていいですか口の前ですね、はい、ちょっとわからないこんな感じで、はい、はい、大丈夫ですかね。はい。ねえ、うん、なし。もうタネさんなしの一画面でって言われてるけど。メダル。タネさん頑張ってよ本当に。勝手に取ってくる。ごめんやね。はい、プラス10来ましたね。うん。それでも視聴者はザキヤマを全面的に応援しますって言われてますから。やっぱりヒーリアジオとリアジオさんこの辺やっぱり応援されてますよザキさんいやだいぶきついですね応援されずにしかもバッチリスクタイムも入らず現在すでに時間は30分を過ぎようかとやばいな1時間半しかもうフリーズ引くしかないですね見せばフリーズ引いちゃうそうですねプレミアムバッチリスクタイム引いちゃうこれバッチリスクチャンス引いちゃうこれ3万分の1やろいやそうなってくると楽しくなるやろなお互いの頼むでほんまにおいさあ、外枠をおー、チャミプーどうだ煽りは来ているぞここで続けば熱いですねそうですねどうだはいうーんでしょうねさあ、6-6という形ですねうんもうこれ設定わからんわって言われますけどねあくまでも設定推測対決ですからね、お二方ね忘れないようにはい、はい、設定推測要素は聞いていくスタイルでうん、タネさん AT 当たらん入らんかったもん罰ゲームやでって言われてますけどねお、チャンスお、チャニプー引いたもらいましたね石はどうだもらいました、もろた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 、もろた発言これもろたさあ、リプレイは2回来ている絶対もろってないものすごい最後弱かったですね、これね全然びっくりするぐらい何もなかった発展すらなかリプレイ2回引いたんでねひょっとしたらなんていうのも ありましたけどね、さあ終わりそうはいジャッジですおそしてチャンリップここでもチャンリップ引っ張りもいやヘア子役のオチとしてはどうですか山崎さん今のところ、まあ、チャンスリプレイとかは、まあ、特に設定差がほぼ皆無だそうですね、まあ、近いところでは若干ながらあるぐらいのもんでねこれを気にしたと多分ぐちゃぐちゃになると思うんですよおなるほどなるほどチャンスリプレイは特に気にしない、うんまあ、ジャックチェリーぐらいじゃない気にするとすればやっぱりジャックチェリーはね、はい、あのカウントされてる方よく見ますもんね、はい、でもあれもね確認してみても6の確定演出が出て、はい、ずっと数えてたんですけど、はい3とか2の数値出たりするんで、ね、ああなるほどなるほど、うん、やっぱりその辺は
まあね、試行回数にもよりますけれどもばらつきは出るかなというところですかね。終わりそうだ。あら楽しそうやね。あー倒れた。791枚さあ再び通常という形になりましたね、これね。ね、うん、設定差がない子役ばっかりやからねっていうふうにも言われてますけどね、うん、これで種さんが一番上やったらもう店長涙目やでって言われてますけどね。怒られるとか。まあ最後の、あ、まだまだ枠を撫で始めましたね。お、発展、謎発展なんだ。あ、これあ、謎 BC かな。外れてほしい。お、むしろ外れてほしい。外れてくれると当たるか。さあどうだ。当たるのね。当たりましたね。楽しそうやね。さあ天然ですよ、天然 BC 勝利ですよ。同色が出たら、謎同色やったらそう、だいぶ赤が出てこれば、はい、あ、やっぱり色ですね、これはね。はい、というわけでバジックチャンス当選でございます、ね、今日の小川さん大喜利のコーナーはまだですか、ね、弱者みんなあかんときで大概設定、ねね、設定がないっていうパターン多いと思います。タネさん第3停止ボタンひねろうって言われてますけどね。あ、ねじろうか。これジャグラー、はい、思いっきりジャグラーのパターンですね、これね。で、レバーオンで全てが修正されているやつですね。第三戦関係ないですね。さあ、どうなるかな。さあ、残り5分4回。楽しそうやね。すごい楽しい。さあ、今回はどうかな。謎 BC ではありましたけれども、なんか引きたいです。そうですね、せめて先ほどはね、カットインで、はい、揃いましたけどもね。ね、右上のチャンスが光ったら当たりって言われてますけどね。右下の、その画面右下のやつですね。某ゴーゴーランプじゃないですかね、これね。はい、ビッグ確定なんです。あったらあったり楽しいでしょうけどね。もういや、さっくりと、もうほとんど今なんか通常時がない山崎さんと通常時オンリーの、そうですね、田島さんという状況。なあ、残り出るか。なしですね、今回は当選ならずという形ですね。種さん、はよって言われてますよ。はよ、はよ、もうね、まず BC 引くとこから始めないと、これちょっとメダルもらっていいですか。あ、申し訳ないです、ありがとうございます。チャンス目引きました。はい、チャンス目。あ、チャンス目引きましたね。ちなみに、タルダ拍手引いてましたよ。え、いつ。はい、引いてます。2ゲーム前ぐらい引いてます。2ゲーム当たる可能性。ちゃんときっちり見てますね、これね。出目で見たら分かるんですよね、これね。はい、中レールに黄色の思うっていう図柄が止まれば、止まれば、はい、その時点ででしたっけ。はい、真ん中ですね。そう、中リールの中段ですね。はい、はい、中リール中段。1で3分の1ぐらい、2で2分1ぐらい下がる。なるほど、はい、うん、上のロゴ落ち赤なら熱い。これですね。そう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 、それがチャンス目と言われるものですね。あ、ちゃんと分かりましたという顔しましたね、今の田中さんがね。はい、学習しました。うん、種さんは BC 天井を5回行ったら勝ちにしてあげたらどうやって言われてます。そうですね。時間がちょっと足りるかな。種さんの仮想投資枚数が気になるって方もいらっしゃいますけど。だいぶ投資してますね。ねえ、仮想投資枚数どうなってるのか後で見てみたいところですけどね、これね。種さん当たらんからって大パンするのはやめてねって言われてますけど。いや、もうしないですね。な、台パンはね、やっぱり台はね、ちゃんと皆さん丁寧に扱わないとダメですからね、これね。うん、種さんも大移動やなって言われてますね。そうですね、ちょっと隣行こうかな。大移動か、隣行こうってやった。今売っとるから。ちょっと良さげなんでね、隣の台に大移動しようかな。なるほど、ちょっと今それを見てる感じですかね。はい、おーっと、チャンリプ
さあそんなことを言うとチャンリポ引くんですよ。ツンデレですからこれ。得定してすごい。おお、このチャンリポ2回引っ張ったぞ。どっちが刺さるでしょう。当たらんやつ。当たらんやつ。当たらんやつ。めっちゃ笑うやん。ねえ、もうよし外政府通せって言われます、ね。そうですね。いや寒い。何も起きないですね。いやー、2回全く演出すら起きず。そうですね、発見すらないですよ。ちょっと下手すぎる。はっきり言わ、おっと言うて境地。ていうか、あのレア子役もそこそこ引いてるんですけどね、タイナさんね。全然刺さってくれないですね。ね、阿部ちゃんの今ショックするね、ねえ、タネさん大当たり時にチャンス光る台に行こうかって言われてますよね。あの全くあのコーナーが違いますので多分カメラが届かないと思います。それはね、おっとチャンリップ引っ張っていく。さあここで引ける男と引けない男の差が出るのか。あー、お嫌い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 当たらないですね。僕も当たらないイメージですね。ヤギウムネノリさんでしたっけ。お、ただ当たり、ビッグちゃんビッグフリーズチャンス。あーと、ここで強調引いていく。はい、ねえ、もちろん移動するときにカメラなんかなしで一人で打つに決まってるやないって言われてますけどね。そうですね、はい、ただの趣味になりますね。ねえ、低設定の定格まずあったらね、嫌い、かっこ激しく同意って言われてますけどね。やっぱりあの演出出てきたらやっぱり当たらないというイメージ持たれてる方多いんでしょうね、この辺はね。はい、もうジャグラー打ってマイクのみの放送でええよって言われてますね。当たりましたっつって今光ってます。あのね、自分のとこ言うと、あの伏せ店の以前定期放送やってる時にね、そういう放送あったんですよ。これだけですか。ええ、あのジャグラー池っていう、コメントに従うことになるとジャグラーの島行って一人で打つ。かわいそう。ちなみにそれを僕は何回もやらされましたんでね、はい、それだけは言っておきます。はい、うん、慣れてるってこと。いや、慣れてるじゃん。あの僕今行ったら誰もコメント読む人いないからね、これね。はい、さあ、といったら男女屋敷行ってますからね、なんか引いてくださいよ、タネさん。ここ勝負です。はい、勝負。もうええやん、タネさん、いただきまゆ言うて聞いときて。お、欲しいの、こっち。むしろこっちに欲しい。これじゃ合格なんでね。あーっと、これはいついやつですね。どうやら BC 先に取ったのは。これレインボーまで行ってほしい。レインボーか、まあ金までね、行って終わりですね。お、ブルりました、ね、ブルった天神様、天神様。はい、それで BC おめでとうございます。多分モードシーンなんで。あー、はい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 、よいしょー。こうや天神が始まるんですね、今からね。泣く天神、泣くの確定。泣く天神。はい、どうやってんぜん入る。さあ、どうやってんぜん入るかな。前代ペカルまで帰りませんって言われますよね。はい、今来ました。今日はどなたがいらっしゃるんですかと、ね、今ね、ちょうど、名札を作っております。はい、ご了承ください。DT、うん、いただきますって言われてますよね。はい、豊中エリアのジャグラー全部光るまで帰れませんってやったら僕らもう一生帰られへんからね。一生言うたらあかんな。僕の睡眠欲が勝つかどっちかやな、それはな。あの MC の、 あの体の苦労も考えてくれ。はい、ここで泣いてほしい。さ、泣いてほしい。残り5スタートだ。楽しそうやね。すごい笑顔出てるよ。やっぱり隣でやっぱりあれだけね、当たるとね。おお、チャンリップ引っ張る。もうちょっとダブル、ダブルチャンリップ。意味が違うから。意味が違う。内容違う。あー、なんか変。なんか変。いや、何か起きて。起きないのか。さっき言ってた最終ベルで泣くやつ。お、赤発展。さあどうかな。まあ発展はしましたが、お、後ろどうかな。あ、これは戻ってますね。おー、捉えたー。これです、これ。これがさっき言ってたあの BC の、はい、おめでとうございます。お見事。はい、まあ大概これはね、源之助スタートになりますからね。はい、外れました。腰が外れ、外れた、あれ。見ないで。もう見ないで。外しちゃった。あれ結構あの後期出てきたらそこまで外さないですよね。まあそうですね。ねえ、間違い方
退しますけど、ね、右おいって言われてますけどね逆に持ってるかなって思ってます。あ、これは逆に個人としてはこれ持ってるパターンじゃないのかと、ね、なるほど、こういう演出でも外れるよっていうことを見せれる。谷川さん結構メンタル強いですねこれ。いや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 、言い聞かせるだけですね。え、言い聞かせるだけですよ自分に言い聞かせてるのね。もう内心ボロボロですよまさか外したらプーって言われてますけどねえーって言われてますけど、巻物のこと5ゲーム発展対決はよく外れるでって言われてますけどね。あ、確かに。あっと、チェリー広告だ。違います。違う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 、あ、そっちだ。違う、そっちじゃないんだ。むしろ強調を引いてくれる勢いだな。星野ってでもほぼ外れないでしょうってね。種さんの見せ場は飯馬って言われてますけどねそうですね。いや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 、チャンス目か。そうですね、チャンス目ですね。どうかな、エフェクトが出たけど、おお、五人撃破。これハイボーが出したらどうしよう。ちょっとごめんね、うん、もしかしたら消えるかもしれない。タイさん、あの下ありますから、下ありますから、下ありますから、ありがとうございます。こうちょっとでも運をもらおうかななるほど、出てる分のやつをね。あ、運をいただくと隣からいただいてるってね、うん、左おるやろって言われてますけど、いや、いましたね、お見事。チャンス目で当たります。うん、5人すげえなーって言われてますけどね、うん、あー、タネさんも残り1時間切ったでって言われてますけどね。あー、天井崩壊は厳しいかなそこ狙いたいとこではあるんですかね、これね。ね、人のメダルもらっても当たらへんよねって間違いないよ。まあね、うん、いやー、子役は落ちるけどね、なーねー、何を引いたら当たるのかわからなくなってきました。サンダちゃんにプーね、強調引いてるんですけど、まあ大概、うーんで、ガシに入ってる時隣なんかこう騒がしいんでねで、およそそうですよね。注目は向こうに行ってるパターンが多いですね、これね。しれーっと通常戻るんで、これだいぶとあれですね、自虐的になってますよね、これね、うん、ね、そろそろ DC で水地の巫女聞きたいって言われてますんで、しゃあないですね、頑張ります頑張ります。あなたが頑張る。さあ、このザキさんですね、今回については BC 天井という形の告知になりましたから、まだ設定推測の要素は出てきてない感じですよね。通常あんまり回してないんで難しいです。そうですね、まあまあまあ、今日は2時間で設定推測一致して、おっと、奇数だ、ジュータが来ないぞ。サンサン、こっちは通常いっぱい回してるよ、通常さあ、壇上屋敷が引いてる、そこで何か行きましょう、そこで何か、これ右偶数じゃないかって言われてますよね。もう種さん当てなくても設定1でいいんちゃうかって言われてますよね、これね。もうすぐやめてます普通だったら、あ、普通だったらね、プライベートで打たれてる時やったらもうすでに心が折れてる状況なんですかね、これはね。思いました、今何か叫んでましたね、叫んでましたね、おごろ様が、さすがです。おいいところで、いいところでチャネル引いたよ。多分タネさん、おそますさ始まるまで当たりますかって言われてますけどね。うまい、いや、ギリギリに当たるから、あー、うまい、あー、当たりましたね、BC。 そしてもう先ほどから、あ、白ランプは白、うん、右は当たりませんって言われてますけどね。いやー、しかしもうザキさんのうまさは際立ってますね、ここはね。今日はできる日やね。はい、というわけでおめでとうございます、BC 当選。そして先ほどあれ引いてましたね、流れるといいですね、うちの。いやー、強いなー。何も引いてなくてもポンポン広角いけば巻物外しても多いんやけどなーっていうコメントが来てますけどね。上がる、上がる、あ、水内の巫女来ましたよ。あー、水内の巫女来た、はい、全部持ってくやんちょっと残しといて全然見せ場を全て今捉えてる状況ですね、これね。
いやすごいな、今日全部持ってってる。テンション上がるやつ俺テンション下がるやつ隣でやられると一番テンション下がるやつですね、これ。ほら、何も起きないやろ。4回目、今4回目よ。安定して外れると思ってたから大丈夫もうタメさん笑えって言われてますけどね、これね。タメさんまだ振動術があるやんかって言われてますけどね。そうか、振動術とフリーズが、はい、無双一戦は俺が見せたから、その先はね、その先を。ハズですかね。おお、あー、これさあ、こっから無理ですかね、今のはね。頑張ってよね、これでテンション下がったらあかんやろ。ワイルドアイズじゃないんやしって言われたんですよね、はい、ワイルドアイズ上がると一番テンション上がる。そうです、テンション上がるパターンになりますね、これね。タメさん、DC で間違えて大ボロさん選んでケツバットっていう手はありますよって言われてますけど。なるほど、美味しいところを狙いに行くっていうパターンですねわざと狙いに行かないようにね、それはね、はい、手が滑ってあっていう場合もあり得るねチャンスボタン押してもたみたいな感じですよね。間違えて2回押しちゃったみたいな。タンタンタンっていう。先輩ですね。いやー本当に今もう完全に好対象になりましたねこれね。そうですね。あ、マジや。84来た。これ勝手ですよね。はい。これでもね、たまに絆コーンぶつからないことあるんですよ。そうだ。あ、こんな使える時あんねや。ひどないですかこれ8人もねか。まあ次回は確定ですけどね、これね、モロンね、当選のことながら、はい、ここで BC いくと多分ワイルドアイスだ。ああ、なるほど。おっと、調子楽しそうやねまあ当たってないですよ。あ、メダル申し訳ない隣から次々流れてくるメダルさあここだね、タネさんフリーズ一画目出してって言われてますけどね。もうレバーを一回一回頑張る。さあどうかな。評判、今ちょっと欲しかったですね。シャンディング引っ張ってね、強チェックか、はい。演出なしのレア役って熱くないんかっていうふうに言われてますけど、演出っていうよりは、まあ、演出なしっていうのが、惜しい。谷田さんが必死に今あの無言でアピールして、あの声出していいですからねこれね、はい、あの無言でアピールしなくて大丈夫ですからね。店長めっちゃ熱い、熱い、はい、マジでありがとう店長。あ、店長、はい今7絡みで来ましたからね。はい、うん、ザキさんの台は出てるから6って言われてますけどね。はい、うん、ね、タネさん、巻本教授は来るからね、逆回すしかないよって言われてますけどね。はい、お待たせいたしましたあ、今あれ店員さんいらっしゃいましたね。はい、はい、俺もあれしてほしいなおっと、チャンスとなあ。いた、チャンネプジャクチェル、ジャクチェルですね。この後、ああ、同色、同色来ましたよ。さあ、サイナさんは同色来た。青、ランプ青。さあ、今あと笑うのか。いやいや、間違いない、間違いない、ダメですよ、危ない。いるんじゃないですかという言葉が今ザキさんの方から出ましたけども、あー、いなかった。一瞬回った。あー、なるほどなるほど、はい、るか全然様あの隣で今ね、タネナさんが、必死で祈っております。はい、ゲーずっと赤いやつやん、赤いやつやん。ねえ、タネさん巻物を引くんだって言われましたが、無情な
無情な今押しジュンベルが来てしまいました。ほんまに変だよ何やってんの。隣を見て今何やってんねんと言いながらちょっとニヤッと笑ったザキさんがいますドヤ顔がもうすごいダメチャンス。しかし当たるとは言ってないねえ、ねえ、スロの、スロ台の前で祈ってる客よく見るやつって言ってますけどねまさにそれです。そうですね、あのレアフラグを引いた時に祈る方はね結構いらっしゃいますけれどもね。いやー、しかし厳しい展開ですな。これこの台6ですね6、はい、何を根拠に何を根拠に6え何を根拠に体感体感新しい体感。よくタコさん、タネさんご飯が美味しいよっていうコメント言ってますけどそれは良かったです。美味しいご飯食べてもらってねえ、美味しいご飯 ね、 そうですね、白飯がうまいかもしれない。だとしたら飯うまうん、タネダキさんは俺だったのかって言われてますけどねお前は俺かというやつですね、俗に言うところがね、これね。さあ、その人はもう比較してザキさんの方はもう絶好調でございますね、これね。タネさんの人間設定マイナス6って言われてますけどね。おっしゃる通りでございます。ひどい言われようですね。ボロンチョに言われてますけれどもね。いやー、見せ場作らないとな。そうですね、ぼちぼち行きましょうよ。そうですね、もうそろそろですよ。 AT はいるよ。せめてね、せめて BC だけじゃなくて BP の方に入れていただきたいところですね、これね。タネさん、スルー天井まで BC 当てれそうですかっていうコメント来てますけどね。現在1時13分になりました。さあ、チャンネル向きだ。ザキさんにまたチャンス。煽りが弱いやつですかね。ない、なかったですね。ない、ない、ない、ない。はよ当てよ隣でチャチャ入れる前にはよ当てろとね、ザキさんの方はツッコミ入れてもね、タネさん放送終わるまでせめて BT 当てよって言われてますけど、ね、頑張る頑張って頑張って目標頑張るもう多分ここまでハマってると BT 感ここまでハマってるとね、皆さんの多分同情を買ってるかと思いますほんまに ね、辛い。いくら引き弱の俺でも小四郎は外さないって言われてますけどね。辛い。はい。セーフでございます。セーフでございます。お見事。いやー、ザキさんいい感じになってますね。本当にこれはあれですね。プライベートなら楽しいパロットチャンリプだ。これなんかいつも売ってるやつと違いますね。はい。いつも売ってるやつと違います、ね。あ、いつも売ってるやつと違う。普段打たれてるやつとはちょっと何かが違うぞと。違う。なるほどなるほど。非常にいい手応えを今どうやらザキさんは感じてる模様ですね、これね。ただちょっと滑舌が悪くて何言ってるかわからない、ね、言いたいだけその滑舌の悪さはあれなんですか、スタッフ内では有名なんですか。まあまあそう有名ですねそれはそうなんですね。ほぼほぼみんな聞き取れないんで僕はあの3回までは怒らないんです。あ、なるほど、あの聞き直しを3回までは怒らない、はい、それはご自身では一応その関節の悪さは、はい、自覚しております。自覚はしているところなんですね。なるほどなるほど、はい。タネさん、ジュンさん怒ってるよっていうコメント来てますけど、ジョーさん、ジュンさん、テッチさん、ジュンさんって誰ですか。テッチさん、ジュンくんですかね。ジュンくん、多分違うと思うジュンさんになってますからね、これね。ジュンさん、はい。リア充ザマートしか思ってませんがっていうコメント来てますけど、あの辛辣なあれですね、あの方もいらっしゃいますんで、そうですね、なんとかあのバンジーシスクタイム早いとこ当ててください、ほんまにいやー、このもうほんと対照的な左と右、そうですね、すごいですねもうあれですよね、ザキさんの方はサマイ的にはもう常に1000枚超える形ですよね。多分超えるんじゃないですか。超えますよね、もうちょっと超えるかなという形ですね。いやー、すごいことになってますよ、これ店長。あ、はい、どうもね。あ、お疲れ様です、店長。お疲れ様です。お疲れ様です。店長、言うてる間にもうザキさん大爆発ですわ。ザキさんマジリスクアピールします、店長アピールします、大丈夫です。ちょっとね、話は変わるんですが、はい、飛び入り参加でタネが雑魚いと、お
俺に打たせろと。あ、ちょっと待ってください。そしたら、はい、耳に入れるやつ持ってきますんで、ちょっとお待ちください。交番ですか。まさかの交番ですか。なるほど。なるほど。宿敵ですね、私。宿敵、はい、宿敵、え、宿敵っていうことでもないんですけど、まあ、じゃあ、カネンさん、全然当たってないよね、これ。はい、今のところバジレスクタイムはゼロですね、はい、ちょうどこの辺で変わってみます、演出起きているところで。じゃあ、カメラもう一つこれ用意してますんで、じゃあ自己紹介の方していただいてよろしいですかね。司令と終わりましたけど、あ、司令と終わった司令と終わっちゃった言うてる間、あ、これは新しい人のあれですね、参加で流れが変わる可能性が大ですね、これね。そうですね、大丈夫ですか。はい、耳入れていただいて、じゃあ店長マイクを渡していただいていいですか。あ、両方とも入れていただいていいですか。すいません、ね、店長ボタン早いで46じゃなくてもよかった感じって言われたんですかね、はい、じゃあ自己紹介よろしくお願いします。あ、社員の上村です。よろしくお願いします。上村さん、はい、よろしくお願いします。種田さんとはライバル関係なんですか、ひょっとして。いや、ライバルではないですね。ライバル関係、はい先ほど宿敵っていう言葉聞こえたんですけどね、これね。多分隣との宿敵ってこと。ここ。なるほど。これはザキさんとの戦いという形になるんですけど、ね。あ、はい、そうですね。金田クシャニンがちょっと下手くそすぎるんで、帰ってもらいたいかなと思って。はい。首になりました。ボロクソ言ってますが、今エースちょうど発展したところなんですけどね。あ、面白そうなんで、そこもらいますね。あ、もらう。あ、わかりました。じゃあ、ありがたくいただくんで。じゃあ、タネさん。はい。お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあ、打たれるんで、その、ヘッドセットだけ上村さんに渡していただいてよろしいですかね。すいません。あ、すいません。ありがとうございます。はい、すいません。ぜひおいでください。いやあ、それ腰巻いていただいていいですかね。うん、これで当たり引かれたわらわらってね、巻き返し不可能やないかって言われてますけどね。タネさんそれ外れるから早いよって言われてますけどいいところで渡したからね。あ、ちょこれね、バトンタッチしましたからね、演出のところではね、はい、タネさん今から反省会って反省会あ、入ってますか。大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですよ。さあ、と言ってる間にザキさんが隣でチョキちゃん、キョウちゃん行きましたね。ごめんなさい、ちょっと噛みましたけど。さあ、これどうだ、演出行きましたけど、この前に引っ張った出会い役何かあるんですか。見てなかった。キョウチェリーですか。あ、キョウチェリー。あー、男女屋敷今当たらんかったやないかみたいな感じで、今引き弱いな上村さんが見ましたけど、いやー、やっぱり種田クシャニの当てなんでね、下手くそすぎますわ。なるほど申し訳ございませんめっちゃ謝ってますやんか、はい、うん、いいね、いいとこで渡したやと言い訳いらんねんって言われてますけどね、うん、種さん事務所って、ね、種さん今から反省会って言われてますけどね、はい、ボロクソ言われてますけれども、いや、今日どうでしたか、打たれてて。当たりそう、当たったんじゃないですかね、これ。あ、ちょっと待ってください、俺のおかげ。違う違う、いやいや、僕がハズレの128分の1を当てれてるっていう。さすが知識バカですね。何言ってるかちょっとよくわからないです。あ、まあ、結構これ詳しいのはあれですか、お二方、このお二方なるほど、上村さんもだいぶお詳しい感じですかね。楽天で。あーっと楽天、あと赤色、赤ですね。白と青しか見てない気がするな、俺はさっき白白青でしたよね、確か。なぜここで赤が来てしまうのか、ね、はい、もろたい、なんかわかるよ見てたから知ってますけども、はい、ものすごい今左隣に対してアピールしていきましたね、これね。さあ、ジャクチェ、あ、もう入ってるんで多分大丈夫です。間違いない、間違いないやっぱりこれ赤で外れたらもうこっちが上かなっていう。ああ、なるほど、外れたらえらいことになりますね、これはね。逆に言うと、はい、うん、0.2% と 1.2%、うん、もはやこれは人間設定としか思われへんっていうコメント来てますけどもねその通りでございます、はい、
ちなみに上村さん、これご存知かどうか分かりませんが、本日設定カンパという形になっておりますんで、あ、はい、あの天然 BC オンリーで設定カンパをするという形になっておりますんで、ね、あ、はい、大丈夫、はい、大丈夫、はい、さあ、あの、そういう言葉前の映像はちゃんと全部向こうで見てきたんで、あ、なるほど、さ、向こう見てはったんですね、はい、これね、ありがとうございます、うん、スルー天井到達わらわらって言われてますけどね、はい、それはちょっとやばいですね。いや、ちなみにここまで打たれた、種屋さんにお聞きしましょうか。設定何倍やと思いますか。聞くのはここからもしれませんが、楽しいとこやらせてあげる。あ、なるほど、あ、一番楽しいところを種屋さんにやらせてあげると。ありがとうございます。上村さんの今ちょうど叩きに行ったら先にやりました。いや、だいぶとあれですね、上村さん、いい性格してますね、これはね。なかなかいい性格してます。上村、美味しかったよ。ありがとう。ありがとうございます。さすがでしょ。ちゃんと分か、これ分かってるでっていうやつですね、俗に言うところはね、これね。性格悪るって言われてますけどね。さすが吉本完璧。解かれ申したって言われてますけどね。いや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 、なかなかの作詞ですな、これは。いや、もうさ、じゃあ、続きをお聞きしましょう。設定ここまで打ってきて。この角台、ね、何倍だと思いますか。でも予約もそこそこ落ちてたんで、ただ引きが弱すぎて入らなかったんですけど。引きが弱すぎた、はい、はい、なるほど、ご自身のちょっと引きが問題があったかなと。早打てよ。6です。あ、これ6、これ6やと予想する。さあ、どう、おっと、今ちょっと今打ってる2人がなんやこいつみたいな感じで首をかしげましたね、これね。なんで6やねんっていう、はい、下水、下水村さんパネです。据え置き天井かなって言われますからね。タネさんドンマイって言われますよね。さあ、と言ってる間にチャンリップを引いたのはザキさんの方だ。どうなるかな。ただ今あれでしたね、上村さんの方が4、6でしたからね、ちょっと戦い的にはきついかな。もうすぐ終わりますよ。あ、もうすぐ終わる。すぐ終わります、大丈夫です。さあ、もう外外野からだんだんヤジが入る状況になってきましたけどもね。いや、まあ多分 25% なんで継続しないですね。ということは、偶数かなという形ですかね。はい、多分そう思いますね。なるほど。もうこれはザキさん6ですよねって言われてますよね。あ、ちょっと諸田感があるのかな、これは。普段売ってる台と違うというふうにはね、先ほどおっしゃってましたけどもね。今ちらっとカメラ見ましたね。ちょっとカメラ意識しました。ドヤ顔にちょっと意識しましたね、これね。ちらっと、こっちみんな。こっちみんな。ボロクソ言われてますけどもね。もういざ自分が打たないとなると、もうすごい勢いであれですね。もう、あの、チャチャを入れていきますね、これね。気が楽で仕方ないです。もういざこの開放感たるや。さあ、ちゃん、またチャンリップだ。そして境地で最後に引いていく。ないわ、なかった。おーっとー、おーっと、当たって、あた、しかも当たってない。僕 BC の方かなと思ったら BC じゃなかった。いや、本当打ってる僕も同意見ですね。びっくりしました。いや、てっきりね、あの復活で当たったんか思ったら継続でしたね。はい、これどうでしょう。 25% をたまたま、あ、今目押しミスしましたよ。あれ、目押しミスしました。今目押しミス。ベル取りこぼしましたよ。ケツバットですね。かしこまりました。後ろで思いっきりさ、一番最初にペナったん誰やっていう話ですけどね、これね。申し訳ございません。さあ、そして言ってる間にさあ、今度また BC 積もったのはザキさんの方ですね。ねえ、してないしてないって言われてますよね。うん、タネさんの台、普段売ってるバジリスクって言われてますよね。ヤジはタネだの極みですって言われてますよね、これね。2人ともカンパしたら店長が罰ゲームかなって言われてますけどもね、はあ、それ面白いですね。お、多分カンパしきると思います。お、しきる。おー、どうだ。あー、これがあれ、同色の同日揃い。それ止めてほしかったですわ。あれですね、赤揃いですね、属意局のね、同日揃い。これ
1回目の、BC で当たってて、はい、なおかつ今の当日論で上乗せしてます。プラスアルファ、はい、なるほど。ということは次回確定でっていう形ですね、はい、なりますね。楽しそうですね、2人とも。いやいい感じになってます。いい感じになってまいりました。いや、平さんは笑顔がいい感じになってますからね、これね。はい、気持ちがすごい楽になってますね。散々今まで BC 引けども子役を引けども当たらず当たらずという形でございましたけどもね。いや、今俺頑張りどころやね、頑張って。あ、そうですね、今ちょうど上村さんがね、はい、頑張ってます。ゲス村さんはいいんだよ、種なしって言われてますけどね、はい、種なし。さあ、ゲームのスケーティー画面スタートですね。さあ、ここからどうなるかな。水中の巫女流れましたね、これね、はい。ザキさんが6、上村くんが4、種さんが1って言われてますけどね。はい、ゼロ。ゼロ。ありがとうございます。 1やったらしいですよ。1でもいい。いや、売ってる段は変わらないはずなんですけどね。設定が途中で変わるっていうのはありえないはずなんですよね、これね。種さん、買い取りマックスで天が買ってきてって言われてますけど、なんで天がやね。しかも買い取りマックスって具体的に店舗名分かってんのかいな、それ。この辺近くなかったですよね。どの方がありました？あ、そうか、高速の近くか。空港線沿いですね。空港線沿いに確かありましたね。なんで俺知ってんねん、それを。なんで俺はそれ知ってんねん。そうですね、なかなか地元の人でもそうですね。あ、次回、誇張乱舞。おるやつですね。と言ってる間に上村さん終わっちゃいましたね、2連で。はい、というわけでございます。お見事。いや、普段からああいう引き田辺さんされてるんですか、佐々木さんは。あ、でも彼は 1回2万枚でします。2万枚、バジリスクで。朝から出っ放しですか、それ。佐々木さん、それがね、2時ぐらいからそっからずっと出っ放しで2万枚。2時ぐらいから、はい、延々と続いた感じですか。もう BC 引きまくるみたいな感じですか。それがね、違うんですよ。振動術入れるじゃないですか。はいはい、振動術、はいはい、1回目の振動術で、はい、5回ループさせて、はい、32個まず乗せた。32個、はい、はい、してで、エンディング前ぐらいに22話ぐらいにもう1回振動術引きまして、はい、それが11回ループして、11回ループして、56個乗った。なるほど。ちょっとだけこっちずらした。そっから。いや、すごいっすね。世界記録が。そら笑うわ。多分世界記録。世界記録。振動だけで90何個乗してるんで。いや、すごい。結局閉店取り切りですか。取り切れず。それがギリギリ取り切れた。取り切れたんや。はい。2万指メモしてたんですけど、はい、2万207枚。うわ、すげえ。伝説です。伝説、それはすごいね、本当に。ただすぐなくなりましたけどね。4日ぐらいでなくなったんです。その辺も伝説です。ちゃんと全部4日で、確かそんなになくなったはず。ちゃんとお金は返すんで、サンドに。なるほど。しかもサンドに返した。そうです。男です。2万枚そのまま返したんや。半分ぐらいはサンドに返ってくる。いやー、すごいなー。いや、これはちょっとザキさん、いろんな伝説ありそうですね。そうですね。だから知識もやっぱりあるわけです。あ、その分だけね、経験豊富という形。おっと、プラス10来ましたね。ねえ、バジリスク台、バジリスクはそんな台ちゃうぞって言われてますけどね。そんな台ちゃうっつって。まあ、間違いないと思う。それはもうおっしゃることはごもっともだと思いますけどね、これね。コツコツ出す台なんで。今度そうですよね、まあ、6もまあ振動術とかいっぺんガツッと引くとね、グッと伸びますけれども、結構緩やかに上がっていくタイプの台ではありますからね。はい、今日絶好調ですね。いや、絶好調。さあ、予告が来た。これ絆効果とも確定なんで、確定の形になりますね。当たりましたね。当たっちゃった。予告出てますけど。わけわからんやん。もうなんやねん、これは世界になってきましたね、これね。ね、ドンキにも天があるでって言われてますけどね。 JP さん常連やし、知ってるの問題ないで。常連ちゃうから、地元の買い取りマックスは常連やけどな。それだけやとこは、うん、この2人で打つ光景もよく見る光景ですね。そうなんですか。
普段お二人、ね、上村さんとザキさん両方とも一緒に連れ持って行かれることってあるんですか？休みあったりすると。休みあったらそうですね。なるほど。二人とも、はい、寂しがり屋なんでね、すぐ電話かかってくるんですよ、ほんま。それ言う？ザキさん結構寂しがり屋なんや、はい、僕お金なくてもね、はい、俺持ってるから行こうやとかってすぐ言うんですよ。怖いですわ。なるほど。怖いって言われてますけど、ザキさん。あれ、ちょっと待って、ザキさん中抜けたね、これ。ちょっと待ってね。今多分、ね、タネさん、今のうちに好き放題いい方って多分今。どうぞ。ああ大丈夫ですかね。はい、一、はい、人で帰るのも寂しがるからな。言わんでええことはない。いや結構あれなんですね、結構こう男らしい風に見えてちょっと乙女チックなところもあったり、いや、ああ、こういうやつが言えば面白いかなと思って言ってるわけです。あ、なるほど、そのギャップを楽しめと、ザキさんからするとね。いや素です、素かい、素で寂しがり屋です。間違いない、ザキさん男気伝説って言われますよね。はい、寂しがり屋感、ホモなんですね、ホモリスクとか言われてますけどね。ホモではないね、はい、ザキさんその年で寂しがり屋やったら年取ったらもっと寂しくなるぞって言われてますけどね。先が思いやられます。さあ、といってる間に上村さん男女足行きましたね。そうですね、ジャックチェリーからだって、まあ、モードがあまり悪くはないかなと思いますけど。そうですね、大丈夫です、入らないです。なんか今まで散々当ててない人が言ってますけど、超高で当たったらまあ5割ぐらいあるから大丈夫。なるほど。なるほど。なるほど、なるほど。さあ、どうかな、ここで引けるかな。まあ今までの流れでいくと僕じゃ引けないですね。おっと、あこんやっぱり。うん、気をつめる。さあ、そしてザキさんも大きい数だ。京都ベル行きましたね。で、多分京都ベル着くんで。チャンレイ。そやん。どうなぞ。おーっと、ゴリゴリ引いてますね。ねえ、でも上村くんは4って言われてますけどね。いや設定どうなるかな、これ。お、トイトイ、チャンリップまた引いたぞ。ちょっともうちょっと早い方に引いてほしかったとこですかね。おー、暑い。いいな、楽しそうやな。上村さんがもういい笑顔されております。いい感じにバジリスク温めておいたから。なるほど、アイドリングやったんですね、今までね、タイナさんね、これね、流しだったんで、多分今から頑張ってくれます。外した。赤緑ですね、緑止まりですね。いや、赤まで行ってほしかったな。いや、緑のあの男の忍び全員集結へ。まさかの展開。もう外した瞬間に今上村さんがのけぞりましたからね。これは当たったという確信があったんでしょうね、これはね。ちょっと前兆も長かったですしね。そうですね、あると思ったんですけど、はい、ね、あとあの男の群れ外れんのかっていうコメント来ますけどね。実際に今外れましたからね、これね。そうです、その台はそういうのを見せる台。2回目のペナルティ。2回目、ケツバット2回。背中、おい、焦るな。ゆっくりゆっくり落ち着いて、はい、と言ってる間にもう1時間は1時34分になろうかという形でございますけども、もうあっという間に時間過ぎておりますけどもね。おー、ここで引いてく共通ベル。やっぱりできる男は違うのか。やっぱ一人身は強いですね。ボロクソ言われてますけどね、相変わらずね。やっぱり失うものがないから強いですね。なるほど、もう後ろに行くところはなしと。そうですね、前しか進めないんで。怪しい。68%。外してる。うわー、外してる。外した。外したね。
今で大体 70% ぐらいですか。いや4割8 4割4割か、まあ5割ぐらいです、ね、ぐらいぐらい、うん、いやー今のヒート見たかったですね。タイミングで引いたんですけど、うん、一番最後もうねいかにもっていうところだったんでどうかなというふうに思いましたけどね。おっということでチャンス目引いたのは上村さんですね。チャンス目引きました、はい、これいや僕は武田さんと違うんでさあこれますよ。これおワンチャンフリーズします。ワンチャンワンチャンフリーズこれまあ出ないんでねほぼワンチャンフリーズ、はい、ワンチャンフリーズします。素晴らしいフレーズが出てきたよ。中押ししてるからじゃあこれレバー怖えさあちょっとレバーが怖くなってきた逆回転さあ行かない行かない。なんか1個ためにあ当たりましたね。ちょっと手もあ回転なかなか出ないじゃん。演出的にはね、はいはい、いやー行って欲しかったなドキドキした見せ場作るね。いやドキドキしましたね今ね。ちなみに女の群れの激アツも外れるんですかっていうコメント来てますけど。いやまあパチンコパチスロに関して確定というものはこの世に存在しないです、はい、なるほど外れる時はあるということでございます、ね、ありますこれに関してはね、はい、山崎主任は海で伝説ありますよね。いいですよいるおサムが出てきて外れるっていう伝説もあります。伝説そうです伝説すぎるびっくりしましたからさすがに帰りましたよサムがラッキーやってるね気持ちいい。さあ気持ちいい。いやしかしいろんな数々のパチンコパチスローとかではやっぱり想像伝説は山崎さんよく持ってはるんですか。いっぱい持ってます私生活どうなんですか。もうやっぱりね彼女さんとかいてはる人多い。あそういや上村さんに聞いてなかったな。あ僕はいないですよ、はい、僕はフリーです。なるほどフリーいつでも募集中と。いやあの仕事が忙しいんで募集はしてないです嘘つけーかっこええな上村さんそれ仕事が恋人的ないやそこまでは言ってないです。言ってないそこまでは言ってないんや申し訳ございません。ちょっと口が滑りました。何が聞いてなかったわ。歌が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 歌うんね、海でフラッシュ光ったら外れたことあるって方もいらっしゃいますけど、はい、まあ、あの確かあの確定とはだから言えないらしいですね。そうですね。大当たりのことに関してはね基本的にはだからいわゆる狂気的には超激アツって書いたりとかそういう形にはしてるみたいですよね、はい、メーカーさんの方もね。まあそうですね。ちなみに JP は募集するんですかって言われてますけどもうね年がね弱い35でございますんでもう募集中とか言うわけじゃなくてもう誰でも OK 状態になっておりますけどもねそれは否定しません。なるほど、はい、うん、何やリア充になったら運がなくなるんかって言われてますよこれ。そうです、うん、吸い取られてるんですかねお二方これ種田さんは彼女さんの方に。いや単に下手くそなだけですよそんな関係ないですわ。上村さんめちゃくちゃシビアやなおわーったそしてでかいプッシュそして引いてるのはチャンニプ引いたのはザクさんの方も引いてるぞ。しかし演出がああ当たりましたねおめでとうございますね。 JP さん立候補しますとってねあの男性のマーク書いてあのそれだけ、ね、やめてくれなこれな、はい、あーきたーかっくてドヤ顔がすごいなすごい今種田さんに対するドヤ顔すごいですね。どう思いますか今の見て。何とも言えないもうね、何とも言えないですほんまにもう何の言葉も出てこないですね。いやそらね結果を残せない副主任と結果を残す社員ということでね、はい、あこれはもう下克上ですね。下克上ですねこれね。まだこれからやねこれからまだまだこれからやね、はい、ああ次回局収集来ましたね。その上を行くやっぱり山崎副主任。いやザクさん今日すげえな。いやね、バジンスの絆って結構、まあね長い間経ちますけどこの既婚者の中で結構打ってきたんですけど
結構な勢いでここまで低いってなかなかいないんですよね。相当見せ場作ってくれてます、ね、相当見せ場作ってますからね今日ね、うん、ただ彼の頭の中でちょっと考えてるのはこれが実戦だったらってちょっと考えてます多分。ああなるほど、プライベートだったらみたいな。プライベートだったらよかったな。 あ緑ですね。出てくるっていいと思う。テイさん、テイさん、テイさん、はい、ただいま腹出しがまもなくこれ、ね、ドライが落ちたから BT 中継 全逆押しなって言われてますけどね。店員さんエラーでーす。走ってきた。はい、はい、ただいまこの光景シュールで面白いっすわ普段見ないでしょこんな光景。当たり前ですけど、いやー面白いっすね。さすが種田副主任っす。今走ってきましたからね。あー、チャンネル部だよ。まあ、当たんないっすね。当たらない。おーっと割れた。当たったこんなとこで 25% 引かんくてもね。やむすぎ。あかんね。はい、おめでとうございます。 BC ですね。あれ、駅入ってる。いやもうね、後ろで種田さんがもう寂しそうで寂しそうで今ちょうどあの裏の島の前でじーって見てます後ろから楽しそうやね。いや楽しいですね。いや間違いなくこの二人は今楽しそうです打ってて。いや楽しい、やっぱり楽しい。間違いなく楽しそうですねこれね。あ、2回目、2回目ダブルかな。あーシングル。あーマジでショートしてちょ、ショートすれば。あー来なかった。無双一戦は来なかったな。あーリベンジ、リベンジしたかった。あー最後の見せ場チャンスでしたけどね。チャンスを本当に溶け見ましたもんもうおっとプラス30。いいとこ引くね。いやね、上村君に変わってから挙動が違う、かっこ笑いっていうコメント来てますけどね。まあ持って生まれたものが違うってことですね。あ、種田さんのちょっと眉毛に、眉毛のちょっとあれですよ、シワが寄りましたよこれ。ほらいつも見る顔ですね同じ台を打ってるんですかね。そう、同じ台をね同じ台を打ってます。非リア充が荒ぶってるって言われてますけどね。だいぶ荒ぶってますよ。すごい荒ぶり方ですね今日ね、本当に。したかったな。いや、まあ、いやザキさんがもうすごい残念そう、さっきのいやあれ何分の1でしたっけ、あれ揃った時の。4分の1？いや、まあ、3割か2割ぐらい。2割か、そんぐらいかな。いやでもさっき引いたのはね、大チャンスでしたからね。これが人間設定の境言われてますよね。よく分かってらっしゃる。いやー寂しそうな種田さんが今画面の真ん中でポツンと映っておりますけど、はい、非リア充の逆襲って言われてますけどねねえ、うん、種田さん顔色悪くない、大丈夫って言われてますけど、それはいつものことなんで大丈夫です。そうですね、350日ぐらいは顔色悪いですいつも顔色は悪い方なんですね、それは。そうですね、なるほどいやー、あー、そしてまた引いたチャンリップ、どうかな、はい、煽りは来てるぞ。当たらない。煽りは来てるないかな。あー、なかったか。いやー、ほんまに景気のエヴァジェスクになってきましたね、両台ともね。2人とも AT なんで。ただね、ただ問題なのはね、設定推測要素が今のところ全然 BC からほとんど出てきてないというこの現状なんですよね。もうそうなるとまあ僕らの体感ですね。そうですね、お二方の体感でちょっと見るしかないかもしれません。といってないで、またジャンニップだ。さあ、チャンスから。ああ、もうないでしょ。ないですね。
ねえ、タネさん放送終わったらガチで店長に怒られそうって言われてますけどね。土下座します。土下座。土下座ね。あ、土下座じゃなくて土下座ですね。出る方ですねこれね。それ当然番組中にやるんですよね。番組中、あ、そうですね。最後の終了の時と、あの最後に店長からね、設定のそれぞれの台の発表していただきますんで、お三方にはまあそれぞれの台のね、予測をしていただいて、まあ当たらなければまあそれなりのね、まあ自信があるという形でお聞きしてましたんで。ちなみに上村さんはその設定カンパとかそういう辺に関しては自信は終わりですか？いやまああんまりはないんですけど、はあ、ちょっと左の人がちょっと特殊すぎるんで、ここまで普通の一般ピーポーぐらいなんで。なるほど、はい、あくまでご本人は一般ピーポーの中にいると。はい、そう思います。いうことでございますね。なるほど、はい、なるほど。いや、なかなかのスロッターですよ。あれ、はい、なかなかのスロバカですか？はい、スロバカです。せっかくハードル下げたのでやめてくれるかな。言われてますけどもね。彼もなかなかです。いやでもね、売ってはる知識のあれとか見てたら結構詳しそうですけどもね。ただちょっと左の肩がぶっちぎりでちょっと知識がすごすぎるんで。ああ、なるほど。いわゆるガチモンですね。俗に言うところね。ガチモンです。チャンリップ3回引いて全部スルーやからね。いや悲しい。あ、やってもらった。ケツバット3回目。もうケツバット3回目やで。ペナ3回目よ。あたまーす。代わりに罰ゲーム受けてくれるってこと。ありがとう。あのケツバット種田さんがやってくれるんやったら全然受けるけど。横の人野球やったら危ない。ザキさんのは受けたくないですね。あ、ザキさんは野球経験は？はい、元野球、小中野球。あ、ガチじゃないですか。相当痛いと思います。いやもうそういう方のスイングは見てみたいなっていうところですけどね、これね。はい、まあ、終わりそう。さあ、どうかな、4対4。ね、焼き土下座って、まあ好きにやってよって言われてますけどね。この前無双一戦から神道術行って無双一戦ってなったんだけど、何が起こったのか分かりますかっていうコメント来ますけど、じゃあザキさんにお聞きしましょうか。無双一戦入って、その後に神道術に入った後また無双一戦になったと。間違えちゃいます。そんなことあります？無双一戦中にそれはその状況によって変わってくるんですけど、状況によって変わる。無双一戦で、うん、海岸して神道術行ってまたすぐ無双一戦に入ったのか、はい、それともその急に神道術に入ったのかって変わってくるんですけど。ああ、いきなり入ったのかと。そうです。ああ、その無双一戦経由で入ったのか突然入ったのかによって変わってくるということですかね。なるほどなるほど。ねえ、一般ピーポーパンピー、一般人 未満の種ちゃんって呼ばれてますけどね、これね。一人ケツワットってね、はい。確率とか恩恵しない方がプレミアとか引けるというオカルトってね、元野球部が今スイングしないでいつスイングすんねんって言われてますけどね。間違いない。いいこと聞きました、ね。いやいや、それあの受ける人の身になってくださいよ。受けるのは僕ですからね。アップしておかないと。本当。受け変側やからさ。そもそも、あ、無双一戦が残ってたんじゃないかってコメント来てますけど、お、これ、ハイボール。あ、中ゲームか。さあ、どうかな。ここで、まあ、BC 当たると、まあ、大体同色が出てくる。なるほど、なるほど。ここでの BC 引きどころですね。これ、まあ、資産です。なるほど、なるほど。海岸して終わってすぐ無双一戦ですっていうコメント来ますけどね。海岸したら BC 発動するんじゃないですか。いや、そうですね。はい、一人スイング楽しめって言われてますよね。タネさん明日は1000本ノックって言われてますけど。いいですか。頑張ります。マジ切ってて僕の1000本。ちなみにポジションどこでした、ザキさん。僕キャッチャーとセンターとライト。お、強肩ポジじゃないですか。強肩ではありますけど。いやー、あー負けたか。あー、いやまあ十分ですけどね。いやまあまあ十分。まあそうですね。800ぐらい、220。今まで何年ぐらいでしたか。これ、これ5
5連ですかね、はい、はい、といった形でございまして、いや本当に見事な引きですね今日ね、はい、鉄拳ってもう放送しましたかって言われてます。鉄拳はまだやってないかもしれないな。エンジェルですか。そう、エンジェルのやつですね。まだ確かね、選手はね結構北斗無双やってたんですよ。あ、北斗無双、はい、あの導入されてね間もなかったんで、北斗無双とやったのは何やったかな。あとはあ、キャプテン翼のアマネジですかね。はいはいはい。さあ、片屋また壇上屋敷行ってますけど、えらいあれですね、上村さんの方壇上屋敷行きますねこれね。そうですね、今の共通ベルから行ったんで。あ、共通ベルから、はい、ノードも悪くないんでね、当てたいところです。さあ、ここでは当てたい。なんか本当になんかライターさんの売ってるライクな感じになってきましたねこの二人ね。いやいやいや、そんなにそんなことないです。もう一般ピーポーなんで、はい、結構ガチめな打ち手みたいな感じになってますけどねこれね。いやいやいや、はい、一般人でございます。お、さあ、キョチェ、さあ、何しか引いてきたぞ。あ、鉄拳エンジェルも見たいなっていうね、コメントも来てますんで、またエンジェル、打ったんですけど、はい、どうでした感想としては。いや、AT 入ればそのすごい速いですね、出るのは。はいはいはい。それまでに耐えれるかっていう。あ、結構間が空く感じですか。なんか細かいのをちょいちょい引くけど、なかなか入らないみたいな。結構修行がなかった。あ、内部的な要素としてはどうなの。あれ四つボタンですよね確かね。はい、フォースリーズね。え、はい、はあ、多分フォースリーズした意味は多分って感じですけど、ね、今あ、もうこれはあくまでも個人的な感想ですけどもね、はい、はあ、打たれた感想という形でございますけども、はい、おっと、いただき確定のところでチャンネル引いたぞ。まあ意味ないですね。ねえ。一応格上げはしてるけど。うん。まあ上がんないっしょ。あんまり期待するだけ無駄ない。まあそれも兆候で当たったから、そこで BT 入ってたら嬉しいなみたいな。なるほど。おかしい。ねえ、耐えれるかって、わらわらって言われて。おっと、王者くん。格上げされてたい。しろー。まあここで。チャンネル引いたらいいですね。そうですね、ました、はい、行きましょう。安定の白ですね。安定の白ねえ、タネさんカメラで遊んでるんかなって言われてますけど、タネさん唯一かね、今真ん中で顔がアップになってますからねこれね、はい、もう見守るしかないと。ちなみに四つボタンどうでした、うざかったですかって言われてますけども、僕個人では別に気にはならなかった、ね、ならなかった、はい、昔ね、四つボタンの前やったりしましたからね、はい、山下さん、リッチレーサーで、あと、まあ、あれは新潟電子なのかな、ハーマネ元としては、あとは、ニューパーサー V とかもね、四つボタンありましたけどもね、はい、まあ、有名なんで、山下バイオンと筋肉マン、ああ、筋肉マンとかね、ありましたね、ね、真ん中に幽霊映ってる怖いって言われてますけどね、タイナーさん真ん中映ってますけどね、これね、はい、幽霊ではございませんので。おっと、強調を引いていく、引いてきたぞ、66。いやー、次ゲームならない、ないと思いますね、これ。あー、ナイス、情けか。出たー。そして、チャンネルを隣で引っ張ったのが、ザキさんの方。終了。わー。あー、入らずという形ですかね。あ、バイオハザードね、ありましたね。はい、あれ面白いですよ、面白かったですね、あれね、はい、変則越しすごい楽しかったんですけどもね、今直しても楽しいですからね、あ、筋肉アンドバイオ好きやったってね、コメント来てますけどね、真ん中の人顔色悪いよって言われてますけど、相変わらず顔色悪いコメントいっぱい来てますけどね、これね、どんどん悪くなってます。ちょっと今さらに暗いところを移動しましたんでね、若干顔色悪くなっておりますけども、はい、いや俺ももう持ってないです。いやー、さっきのはちょっと言いたかったですけどね。いや、本当にもうプライベートやったらもう本当どうやらいことになってますね。げんなりですね、これね、はい。さあ、残り、お、もう1時55分ですね。じゃあもうちょっとしたらね、試打終了という形にしましょうかね、はい、はい、
いやまあ僕大体カンパできたんでもういいんですけど、ね、できた、はい、できましたか、はい、もう大丈夫、どうだるみ、ちょっとその自信は気になるところではありますけどね。いやもう6と4しかないっていうことなんで、お、はい、もう片っぽしかないと思いますね。なるほど、一般ピーポーは多分そんなに早く判別できないですね。いやいやいや、はい、こんだけ判別早くないと負けてまうから。聞いたら赤入ると思うんだけどな。キョジョリーは、キョジェリーは痛いっす。せめて当てなかった。いや、本当にねえ、はい、どうかな、っていうか、今日の負け、タネさんでよくないですかね。BC 引けへんってもう問題外じゃないですか。いや、BC は引きましたよ。あ、そうなんですか。BC は引きましたけど、3回引いてる、3回3回引いて、バジェスクタイムには一度も入れなかった。いやいや、これはあの、見てる人に面白いとこ見せないとダメやからさ、やっぱり。いやもうね、交代するまでの75分間が非常に対照的でね、右の台、左の台で。あ、そうでしたね、僕も見てたんで。間違えないところではありますけどね。はい、はい、じゃあぼちぼちもう57分でございますんで、試打終了としましょうか。はいはい、はい、というわけでございまして、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう全員罰ゲームでええよって言われてますね。それえ、僕は罰ゲームですか。こんだけ頑張った。いや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 、さあまあまあ、その辺はね、はい、じゃあカメラ移動しましょうか。はい、じゃあ元の位置戻っていただいてよろしいですか。よろしくお願いします。お疲れ様です。もうちょっと後ろ並んでいただいていいですか。はい、はい、すいません、ということでございまして、はい、お疲れ様でございました。お疲れ様でした。いやー、試打終了といった形でございましたけども、はい、店長はご覧になってたんですか。いや、見てました。見てたかよ。仕事して仕事ってね、言いたいところですけど、まあこれもお仕事のうちですからね。はい、といった形でございまして、うん、いやー、見ててどうでした。ちょっと種がね。いや、間違いないです。はい、店長、間違いないです。やっぱりそれ言われたか。見ててちょっと歯がゆかったんじゃないですか。そうですね、ちょっと種がね。いや、散々な言われっぷりでございますけどもね。はい、じゃあそれぞれに感想をお聞きしましょうかね。ザキさん、感想ですか。感想、うね、もう今日はもう気持ちよかったの一言じゃないじゃないですか、これ。まあこれぞっていうのをちょっと見せれたかな。いや、本当 This is です。This is バージリスクですね、はい、これね。出し方をね、はい、見せれてよかったからと。あとやっぱり心残りが、はい、2つほどありますね。振動術入れたかったですね。振動術、あれ大チャンスでしたからね、はい、惜しかったですけれどもね。 あそこさえね、あそこさえ、あ、はい、もう一つの心残りはちょっといらんこと言いましたね。つまるんかい。聞かれると思ってなかったんで。なるほどなるほど。じゃあもう先にどうしましょう、上村さんからお聞きしましょうかね。あ、はい、どうでしたか今日。まあ途中から打たれてましたけども、いや僕はもうすごい出たかったんで、はい、出たかった、はい、なるほどなるほど。ずっと前の見てたんですけど、種田副主任が歯がゆすぎて歯がゆすぎて、もう本当もう変わりたくて仕方なかったですね、はい、それはあれですか、店長に言いに行ったんですか、ぜひやらせてくれ。ああそうですね、店長が。なるほど、はい、それで店長は OK を出した。 OK 出しました、はい、俺に打たせろという言ってたんで。僕になら面白いとこ見せれるというところなんで、はい、なるほどなるほどなるほど、そういうことやったんですね、はい、はい、じゃあ取って代わられた種田さんにお話聞きましょうか。店長すいません、マイクの方お願いします。申し訳ございませんでした。まずどげんできた、どげんできた、どげんできた、どげんできたぞ。まいやいやいや、本当に申し訳ございませんでした。この一言につきます。さっきもね、店長にもどげねせなあかんって言ってはりましたんでね。いやいやいや、それにしてもまあ引けんかったっすね。そうですね、そうですね、あそうですね、はい、全く見せ場を作れなかったですね。、はい、いや 僕、まあ、僕もね、バージンスの絆を打つ方なんですけど、
いやもうあそこまで引けなかったら大移動するしかないやろなっていう。そうですね、もうすぐやめてます。プライベートだったらもう速攻でやめとるでというやつですからね。店長の顔見てもらったら本当、まあ、すごい顔されてますよ。申し訳ございません。いやもう直立不動からの90度おじぎきましたね。これはもう KHB 優勝間違えましたかもしれませんね、これ、ね、ひょっとしたらね。ダメだし、もうその反省のポーズしなくていいよって感じですけどね。宮北、あ、申し訳ない、申し訳ないです。ちょっと足しすぎましたね、はい、いやじゃあお三方にね、もうお聞きしたいというところでございますんで、じゃあお三方にそれぞれカンパですね、ご自身のカンパをちょっと、ここは2人で1つ、いやいや別々にしましょう。はい、一緒にされたくないんで僕。仲間や。いや違います。仲間や。違います。仲間や。仲間を意識されてますけれども、はい。ああじゃあすみません。ちょっと紙にねご自身の設定書いていただいて。はい。はい、つきそう。うんね、BC 引けんくて設定がわからんバジリスクあるあるって言われてますけどもね。その他の要素もね基本的にはね、その継続率の示唆であったりとかって言う前にフラグを引いちゃったりしてたんで、正直天然 BC で設定カバーになったかというと微妙なところではあるんですけどね、これね。いやまあね、そうなると分かるんは一人だけですね。一般ピーポーの僕らには無理でさ。はい、もう散々一般ピーポー一般ピーポーって本人言ってるんですが、店長だいぶお詳しそうですけど、これね、はい、これ朝10時から夜10時半までひたすら打てる男ですよ。そうですね、はい、その辺の体力については一切問題なしと。ない、休憩なしです。あ、それも大丈夫です。休憩、え、ご飯もなしですか？はい、ご飯もないですね。トイレも1回、これマイルールらしいですね。トイレも1回っていうのはそれご自身で決められてるんですか、ルールとして？いや、トイレは普通に何回も行きます。大丈夫です。いや、びっくりした。それやったらもう超人やんって思って。もう正直なところ膀胱炎になるでって言おうとしたからね、今ね。いや、間違いないですね。いや恐ろしい恐ろしい。いやいや、でもその辺はすごいですね、さすが。いや、もうずっと朝から晩まで飯抜きって結構フラフラっときません？いや、そんなん大丈夫ですね。そんなん大丈夫。買ってからのうまい飯が食えると思えば、全然いつに座ってられる。なるほど、はい、その後に全ての楽しみを持ってくるということなんですね。そうですね、はい、うわー、すごいな、この辺、はい、ねえ、ザキさんは6で上村くんは4かなってね、種田さん絶対1やんかって言われてますけどね。あれ、同じ台やね、2人は。同じ台です。はい、そうです、同じだよ。何書き換えあるの？これ、まあ、見せたか、分からんとこだね。おいしいとこ、ね、お前、おいしいとこ。じゃあ、いきますか、カンパ。はい、はい、じゃあ、いきますか。最後でいいですよね。いきましょう。じゃあ、一斉にですか、これ。じゃあ、お一人ずついきますか。誰から店長を解放しますか。じゃあ、順番に、じゃあ、ザキさんからいきますか。はい、私の予想設定は一番上のマックスです。マックスという形で6、はい、と予想されましたね、はい、おそらく。じゃあ上村さんいきましょう。まあ僕継続率を引けないんで多分4しかないですね。なるほど、はい、継続率の問題でそっちかなと。そうですね、もっと続くんであれば、はい、もっと上の設定もありえたかなというところでございます。ないと思うけど。はい、じゃあ最後に谷田さんいきましょうか。はい、1です。1だと思います。はい、あ、なるほど。これはもう1です。間違いないです。はい、あ、なるほど。これはいろんなところの共通いて、店長は実は1入れましたみたいなパターン。実は4と6じゃないっていうところを、はい。自分の人間設定がっていう話か。あ、別に私は大の設定カンパしてくれてて、自分の人間設定のカンパしていられるので OK ですからね、これね。そ、はい、一だと思います。一だと思う。わかりました。じゃあ店長発表させていただいてよろしいですか。あ、まあじゃあ店長の方からも発表していただきましょう。これは、あ、いいですか。あ、わかりました。じゃあ私の方から発表させていただきます。はい。はい、大丈夫大丈夫。
上村さんの台。はい。はい。設定4でございまーす。そして山崎さんの台はマックス6でございます。おめでとうございまーす。おめでとうございます。あれ？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 おかしいな。意外性をついてきたつもりや。いや意外性ついてあの引きはないでしょう、平さん。これはね、もう仕方ないかなと。まあ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 、これはもう罰ゲームを受けていただくしかないかなという形でございますんでね。じゃあ、すいませんが、させていただいてよろしいですかね。はい、はい、ぜひぜひ。じゃあ致死量いきましょう、致死量。致死量、死んだら死人出したらあかん。死人出したらあかんからね、これね。はい、もう店長がさっきから楽しそうな顔しかしやれへんから、ほんと。いや、店長が楽しんでいただける。僕は満足です。それで満足。大丈夫です。全然大丈夫。喜んで受けます。はい。じゃあ、はい。じゃあ、タイナさん、カメラの前に来てください。はい。いってらっしゃい。舌で味わってください。やばいやつ、これ。決して飲まないようにしてください。飲まないように。はい。はい。喉を通すと、結構えらい目に遭います。明日声が出なくなるパターン。大丈夫、声帯借りるやつ。インカム飛ばせなくなる。大丈夫、インカム飛ばせなくなったらえらいことあるからね、これね。そうです、連携取れなくなる。大丈夫ですんで、決して飲まないでください。前振りですか、それは。いや、前振りじゃないですよ。私は真剣な目で言っています。私は真剣な目で言っておりますんで。ちょっとどっちか分からなくなってしまう、申し訳ない。これは多分ひと鍋とあと香りで分かると思いますんで、舌でペロッと言ってください。皆さん、すごい怖いです。キコーナチャンネルおなじみの例のあれでございます。何ですかそれ。あがどん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 ということで、まあ、初心者には結構ねきついかもしれませんが、頑張っていただければと思いますんでね。やばいっすわ。ちょっと変な汗がいっぱい出てます。じゃあ匂い嗅ぎますか、ザキさん。笑ってる。嬉しそうな顔してあんまり。どんなん自分やらへんから。じゃあ上村さん、ちょっと香り変えてみる。うん、これやばいわ。ほらあかんやつ。あかんや。あかんや。あかんやつ。じゃあ店長もちょっと変えてみますか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。これは店長は大丈夫ということですんでね。はい。じゃあ行きましょうか。はい。今深呼吸しましたね。はい。鼻に入れてもいいで。けど、あが渡辺副主任飲んだからね。それを飲まないってことはないと思いますけどね。やめとけ。やめとけ。真剣な目で言ってくれてるから。やめときなさい。やめときなさい。これ。そう。ジュルッと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 ゴホってなるで大丈夫。平さん顔色悪いでって言われてますけど。飲んだら良くなるかもしれない。あら。良くなるかな。一旦。一旦ペロッ、一旦ペロッ、一旦あれそんなにでもこれ、あかんや芸人でよく見る。お大丈夫、あれあれいや大丈夫大丈夫大丈夫、試さない。泣いてるも大丈夫です。全然大丈夫です。何もなかった。100点。何もなかった。いや、これはね、今までね、かつてね、あが飲まれたかがでね、これはいいリアクションですよ。いや面白かった。5本の指に入るリアクション来ましたね、これね。ありがとうございます。最後にちょっと爪痕残せたな。タメさん、お見事でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この男気買いましょう。どこが大丈夫やねんってツッコミ入ってますけどね。
はい、というわけでじゃあ元町戻っていただいてよろしいですか。おね、皆さんすいません、お願いします。紅茶姫早よ飲めということで、あの辛いやつに関してはね、サンガリアの紅茶姫が一番よく効くというのが私どもエンデックの調べでございますんで、はい、後で紅茶飲んでミルクティーを飲んでいただければと思いますんで、ね、大丈夫かよ、そわそわしそわそわ挙動不審になりすぎやからほんまに、そわそわし、うん、ねえ、タネさんの今日の初仕事って言われてますはい、というわけでございまして、いや、お疲れ様、初放送、いや、宮川店長、どうでした、いや、楽しかったですね、ほとんど出てないですけども、楽しそうにやってくれてたんで、はい、まあ、視聴者の方も喜んでいただけたのかなと、そうですね、はい、思いますけれども、はい、というわけでございまして、バジエスグ絆でございますけれども、阪急豊中店、何台ございますでしょうか。現在、7台設置しております。はい、7台設置しているという形でございますね、20スロー、ね、はい、こちらの方をご用意しておりますんで、ぜひ皆さんね、明日と言わず、今後ともね、このバジエスグ絆、どうぞよろしくお願いをいたします。お願いします。はい、ね、田中さん、最高って言われてますけどもね。いや、いいよ。いい笑顔してない。もう笑顔は最高に素晴らしい笑顔されてますよね、本当にね。はい。どういった形でございまして、じゃあ、次回もね、あ、そう、店長、電話。明日ですね。明日ですよ。明日なんですけども、どちらの店舗でしょうか。明日は、北摂3店舗、茨城サイト千里店で、合同で行われるということなんで。なんと3店舗合同といった形でございますんで。はい。はい、じゃあ、じゃあちょっと堤店長ですかね、代表して、はい、はい、茨城サイト店の堤店長に電話していただくんですが、すみません、スピーカーにしていただいてよろしいですかね。わかりました、じゃあかけさせていただきます。はい、よろしくお願いします。マイクをですね、裏側です、裏側、こういう形でこう喋っていただければ。あ、はいはい、はい、起きてはるかな。ただいま。まさかのパターンですね、これ本当。ちょっとおかしいですね。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。事前に連絡はしたんですよね、これね。一応2時前後にかけさせていただきますと。お電話をしておりますが。いや、ちょっと待ってくださいよ。まさか。これ寝たかもしれないですからね。今見てて、わざと出ないという。はい。あれって大丈夫かな。大丈夫ですか。ただいま。ね、紅茶かで飲みたいっす。紅茶かで飲ましてあげたんだけどね。もうね、後ろで辛さに耐えてる種田さんがちょっとかわいそうになってきてるんですけどね。ちょっと待ってくださいよ。これはこれ想定外じゃないですか。想定外ですね。今までの、はい、過去の中でこれ繋がらなかったとなったら初の出来事になりますんでね。じゃあうちで捉えてしまうかもしれないですね。明日もうちでやりましょうか。明日も捉えなくて、半球捉えなくて、はい、明日サイドにバトンタッチできたらなと。いちいちみんなずれてきて予定えらいことになりますよ。これやらかしよってね、明日大丈夫か言われてますけどね、高行き寝とんのかって言われてますけどね。知ってるんですね、下の名前は。いや、結構バラされてたりしますよ、これね。わ、うん、かりました。ちょっと茨城店の庭店長、あ、庭店板倉に電話しようって言われてますよ、はい、これちなみにインパルス板倉さんに似てるからっていうことで、なぜか板倉店長で呼ばれてるんですよね。高田店長ですかね、板倉店長。はい、高田店長ですか。いや、あれです、庭店長が、庭店長なぜかインパルスに似てるって言われてるんで、なぜか、そのインパルスつながりで堤店長が堤下店長という名前にね、あだ名になっております。ちょっといい感じですね。じゃあ、はい、でちょっと庭店長、もう本部に呼び出しやないかって言われてますけどね、これね。はい、庭、お疲れ様です。ハンケトラです。すいません、今にこだまです。堤店長出ません。わざとやろ。わざとだと僕も。わざとやろって。わざとやろ。わざとですよ。そうやろ。はい、そうですよ。じゃあね、振らしてもらっていいですか。あ、ちょ、明日の企画を聞いていただいてるんですか。企画。どうしましょう。どうしましょう。何が。明日のニコ生の企画ですよ。何が。何ですよ、何がじゃあ。明日僕休暇になってます。まあ、とりあえずじゃあ。見てからのお楽しみってことにしておきますね。え、なるほど。ガチで寝てるやん、これ。嘘。はい、嘘。まあ、それは嘘になりますよね。
本は？はい、モチベ上がってきました？え？なんで？モチベーション上がってきました？いや、明日休暇やから。わかりました。じゃあこっちなんとか収めときますね。まあ、あのセリフどれでもいいよ。セリフ、はい、じゃあ、企画はじゃあ見てからのお楽しみということで明日は。じゃあ、あの北摂3店舗、明日ニコ生放送やってくれるかな？いいと思う。ありがとうございます。グダグダやんっていうコメントめっちゃ来てますけどね。これ店長に言いますね、明日電話して。あの明日放送見ていただいてコメントしていただければと思いますんでね。高行なんで出んかったんやって。いや、ちょっと途中で電話させてもらいますね。12時半ぐらい。分かった。12時半っすか。ラスト店長同士でちょけたらダメでしょうって言われてますけどね。純テンション高っって言われてますけどね。グダグダやんで。よし、もう一回かけてみようかって言われてますけどね。もうまあこれぐらいしましょうか。もうね、はい、もうね、ニア店長にも電話しましたんでね、はい、はい、といった形でございまして、いや初放送でございましたけどね、皆さん楽しまれたかと思いますんで、いや汗が止まらない、汗が止まらない。だた種さん大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？えらいことになってますけどね。心なし唇が分厚くなった感じがする。いや、顔色は今までで一番いいですよ、本当。ありがとう。今までで。はい、はい、といった形でね、ね、板倉マジでこうへんパターンやなって言われてますけどね。ボロクソ言われてますけどね。はい、といった形でございまして、はい、じゃあね、また今後ともね、この阪急豊中店でも放送することあるかと思いますんで、皆さんぜひその時は、あの、はい、出演していただければと思いますんで、はい、はい、どうぞよろしくお願いをいたします。はい、お願いいたします。はい、というわけでございまして、放送そばでお付き合いいただきましてありがとうございました。また明日の放送でお会いしましょう。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでお疲れ様でございます。エンディングでございますけども、はい、いや久々にねバジリスク放送しましたけれどもね、いかがだったでしょうか。というわけでございまして、明日なんですけれども茨城サイト店の方からお伝えするという形になりますけども、今日まさかの電話に出ないという、
堤店長大丈夫だったんですかね、本当にね、まあ、お忙しかったのかどうかちょっと分かりませんけれども、明日ちょっとその辺のね、あの理由も含めていろいろと聞いていきたいと思いますのでね、はい、といった形でございまして、まだちょっとね、企画予定としては未定という形になっておりますので、ご了承いただければと思います。はい、計画班やなって言われてますけどもね、はい、といった形でございまして、まあね、今日から私の顔がね、4日間連続で続く形になるかと思いますけども、むさ苦しいかと思いますけどもね、左下の隅は見ないようにしてお過ごしいただければと思いますんでね、どうぞよろしくお願いします。計画的高行きとか言わない、ね、反抗じゃないねからね、はい、といった形でございまして、ぜひ明日の明日、そして明後日、明後日の放送もね、見ていただければと思いますんで、今後ともキコのチャンネルぜひどうぞよろしくお願いをいたします。というわけでございまして、本日の放送ここまで、お疲れ様でございました。ありがとうございます。